はい、えそれでは本日の1年合格専用入門講座全体構造編の講義に入っていきます。えっと、これからですね、入門講座という形で、民法から始まって全7科目ですね、学習を進めていくことになるんですけれども、その今日やる全体構造編っていうのは、その法律の学習に入る前の段階で、これから勉強するにあたってどういうふうなことを勉強していくのかとか、もしくはこれから初めて勉強していく方については、そもそも法律の勉強でどういうもので、どういうことができるよう なななることとが目的なのかといったような、えー、まあ法律の勉強全体を、えーとまあ、通るような、えー、そういういうな入門的なことっていうのをまず最初は扱っていきます、でえー、1年コース、えー、結構ねあの本論編という形で民法から始まるとかなり、えー、スケジュール的にはハードなスケジュールになっています、週3コマという形になっていきますが、ただ、講義自体は、えー、まあ入門者というかな、えー、法律の勉強を初学ということを前提とする講義になりますので、まあ、最初のうちはね、あの ちょっとなかなか慣れない部分もあるとは思うんだけれども、まあ、一番最初、何とか慣れてね行、えー、ってもらうために、えー、まず最初、全体構造編で慣らしていきましょうというのが最初の目的ということになりますでまずちょっとレジュメですね、本日お配りしている、えー、オリジナルレジュメ、全体構造編というのがありますので、まあ、こちらの方と、えー、それからですね 本日、セブンサミット、そういう薄いやつですけど、全体構造ってやつがあると思いますので、こちらの方、使いながら説明していきますが、中心となるのは、レジュメの方になります。でまず1ページ前提としてこれからまあ、ね、1年 合格コースということになりますから、来年のまあ予備試験の最終合格を目指すということになりますので、じゃあその上で大前提として、そもそもこれから勉強する法律ってどういうふうな勉強になるのかっていうことですね。で、特に2年コースと違って1年コースの場合には、まあ1年間で最終的に論文式試験まで行くということを目標としていきますので、その意味ではまあ予備試験でそもそも問われている能力って一体どういうものなのかというところからまあ最終。 説明していいいいかかななきゃいけないのかというとうころですで、まあ、予備の中でねやっぱ論文が主戦場だよというのは、ねあのまあ、ガイダンスでも説明しているし、そのオリエンテーションの中でもね、えー、とにかく論文式を突破するっていうのがもう肝だから早期で論文をっていうのがね、えー、方針になるんだけれども、じゃあその論文できるためにどうしたらいいんだと、えー、いうことになりますよね。で、えー 最近、例外がないわけではないですが、基本的に論文式試験においては、事例問題というのが聞かれることになります。えー、具体的に民法であれば、まあ、誰かと誰かが、まあ、紛争ですよね。えー、お金返してくれないだとか、建物に住み着いてるとか、まあ、そういうふうな私人と私人との間のトラブルがあって、で、そのトラブルについて、まあ、どういうふうに解決をしていくのか、まあ、具体的には金返せっていう当事者の主張があったら、その金返せっていうのが認められるかどうかについて論じなさいとかね。えー、他にも、 え刑事系とかになると刑法とかだとまあ誰かが何人かとぐるぐるというかねあの何人かで話し合って何か法に触れそうなことをやっているとでこれがまあ刑法上何か犯罪が成立するかについて論じなさいみたいな形でまあ具体的な事実関係が書かれているえ事例があってでその事例についてえ適切な処理をしましょうという問題が問われますですので何かね法律の勉強とかをもしえちょっと触ったことある方とかだとえなんかいわゆる何とかについて論ぜよみたいな 一行問題って言われるんだけどねこれこれについて論じなさいみたいなものっていうのは予備試験では基本的には聞かれることはほとんどないとされていますですので法律の勉強するにあたってもそうすると結局は事例が解けるかどうか ということにつきます、えーまあ、事例問題というのは、このここに書いてあるけど、具体的な、えー、事案解決が求められる出題形式になりますので、えー、ただ知識を入れるってだけではなくて、その具体的な知識をこの事例に即して考えるとどうなるんですかみたいなことが、えー、解けること、それが目的になります。そうすると、まあ、民事、まあ、民法などをはじめとする民事系、で広報系というのは,これは憲法などになるわけですけれども、まあ、具体的な紛争が書かれてます、問題文の中に。 で具体的な紛争に至る経緯がばーっと書かれていてでその一方当事者の主張とか、まあ、例えばお金を返してくれっていう,ふうに思っている当事者がいればその人の主張で返さない方にも言い分はあるんだよ多分ね、えー、返してくれって言われてるけれどもそれは返してくれって言っ返さないのにはお金がないとかとは別に返さなくていいっていう何か理由があるのかもしれないもう返したって言ってるのかもしれないしねい、えー、いやいや返したんじゃなくてもらったって言ってるかもしれない。 まあ当然、相手方にも反論があるでそれを踏まえていってその主張ですね当事者の主張が認められるかを検討していくということになるで例えば憲法も同じですよ、これ広報系って書いてあるけど憲法もまあ仮に例として言えるのがね今まで、えーね、どこにしましょうか駅前とかでビラを配ってたとで駅前でビラを配っていたんだけれどもある条例ができてである条例ができたせいでそのビラをまくなっていうふうに言われた。でこの場合 その民法と憲法どこが違うかというと民法は詩人と詩人との間なんですね。 えですから一般的な私が友達にお金を買いま借りましたとかえまあもしくはえ誰か、私人ですね通常の車を運転している人に惹かれましたと惹かれちゃったから損害賠償してくださいみたいに私人と私人との間の規律がまあ民事系、民法なわけです広で報も基本やっていることは変わりません相手が国ってだけです相手が国とかまあ公共団体といったような公権力になるだけでじゃあさっきのビラ巻いている例だったら私の不満は何か今までビラ負けたのがビラが負けなくなりました っていうことでしょうこれはなぜ、えー、これが不満として現れるかというと憲法では表現の自由っていうのが保障されているわけだよねで、これはもちろん憲法の勉強であるけれども、えー憲、憲法では表現の自由が保障されている、だから私はビラをまくという権利がある,あるはずだから、例えば国であったりとか公権力はその、私の持っている表現の自由、つまりビラをまくという自由を侵害してはならないというふうに憲法で決められているわけです。ななのにあなたはそれをやっている その条例を制定することによって私のビラ巻きができなくなっただから、この法律は憲法,憲法21条に反してさっきは条例とうう言いましたけれども違憲だと主張するわけだよねでも、もちろんこれは国としては理由があるわけだよね国としてはいやいやあのビラを巻くなって言ってるのには理由があってそこで巻いてたら町の美観が損なうでしょとかね。 いろいろ理由があると思います街の美観が損なうだろうとかもしくはその地域というものではなんか特定の人によるビラ巻きによって苦情があるとだからそのためには、えー、ビラを制限しなきゃいけないだから私たちは条例で制限しているんだからこれは憲法21条には反しないんだみたいに、えー、お互いに当事者の言い分があるというケースですねでこれは憲法であっても民法であっても基本変わらないんですね、えー、民事系も広報系も要は詩人と詩人が争っているのか詩人と公権力が争っているのかの違いでその紛争に至る当事者の主張 と相手方の反論をこう整理していってでそれで解決をしていくという流れになりますで刑事はもうシンプルでえなんかうさんくさいことをやってるやつが果たして犯罪になるかっていうねまあそういうイメージで考えていてればいいと思いますではね じゃあまあ、事例問題って言ってるけど、えー、どうして事例問題が、まあ、予備試験では問われるかというとあの一般的な法学の試験と違っていて実務課と用試験なんですつまり予備試験に受かって司法試験に合格した人というのはいわゆる放送三者、えー、弁護士、裁判官検察官になる、えー、ことが予定されているわけですとすると、ね、一般的な知識よりは具体的な事実を見てでその事実について解決できるという能力が、ま、っ真っ向から問われるということになるなのでその予備試験、司法試験というその法律の、えー 実務課登用試験という性質上例えば弁護士になってさ法律相談言われて答えられないとかね <laughs> 例えば検察官になって犯罪が成立するかどうか判断できないってなるとねあとはもっと言う裁判官として判決出せないってことになっちゃうのはやっぱりそれはもう具体的な事件があってそれを解決するわけだからそのために必要な能力を見てると思ってくださいなのでその点だと例えば同じような法律を聞くような公務員試験、えー、とかになってくるとあ例えば何とかについて論じなさいみたいな形の法律の知識が聞かれるということは十分あるけれども、まあ、予備の 場合にははその傾向今少ないとされてるじゃあね、じゃあここで論文式っていうふうにまあ一応触れてるんだけれどもあのここはちゃんと共通認識を持ってほしいのが答えがある試験です、最初に。 えっとなんか今までのなんか論文って聞くとなんか自分の意見を述べたりとかえ自分の意見を述べたりとかもしくはえまあ自己の見解ですよね事故の見解を述べるまあ小論文みたいなものっていうイメージをえー初めて勉強される方持たれているえ方もいるかもしれないんだけど基本的には論文式試験っていうのは事例の解決になりますから例えばえ六法に書かれているまあ条文に書かれているものがあればその条文の中で処理してこの答えが出るんだったらそれは一つの答えになるしねでこれはからやります。 条文がなかったり条文の解釈に争いがあるんだったらこれは最高裁判所がです、ねえー、似たような事件について、えー、同じような事件で、えー、判断を下していることがあるでこれはこの後やりますけど判例っていうんですね、えー、判例といってで最高裁判所の判例に従えばこの事件はこうなるだろうといったように。 で、もし判例がなかったらどうか。判例がなかったらこの後出てきますが、まあ学説というのを頼らなきゃいけなくなるんだけども、基本的にはその条文があれば条文ですね。だからこの六法に書かれていることで処理できるものは条文。え、判例があるものについては判例の まあはその今日も後半のメインですが、判例の射程っていうんだけども、判例が及ぶかどうかを見て、で、判例がないものは初めてその場で学説などに依拠するというふうに、一応の一定程度の答えがあります。ですから、最高裁判所が丸って言ってるものに対して、えーまあ、罰だという答えを出すっていうことは、それは要するに出題の趣旨からすると外れちゃうってことになります。ですから、その意味では、まあ、論文式試験っていうふうに言われてるけどね、 そ,のそこに至るまでに必要な知識とか、まあ、一つの解決方法というのはある程度、筋が立っているものということになるので、まあ、インプットの段階でその正解筋というものを、まあ、意識できるように、えーまあ、これから勉強していくということになりますであとは論文である以上は表現が問われますよね、えー、適切な表現力であったりとか、まあ、一定程度書くべきルールみたいなのがあるんですがそちらは1年コースの場合には論文指導がありますから、えー、論文指導の中で、えー、あとは合格答案作成講座という形で、まあ、論文用の、えーまあ、アウトプット講座があるので その中で、えー、そこのアウトプットにおける、まあ、テクニックであったりとか、まあ、必要事項っていうのは学習していくということになりますじゃあ早速じゃあ事例問題がポイントとなっているけれどもじゃあ事例って何ですかねっていう具体的にやってみた方が早いですよね <laughs> ということで、えー、っと2ページですね、えー、2ページに、えー、ちょっとだけこういう事例を、えー、用意しましたなんか難しく考えずに、えーまあ、ちょっと読んでみましょうで、えー、っとなおですけれどもあの 民法ってあの改正されているんですね、あの近年民法改正されて新しい民法になってるんですで、一応年月日が一応平成12年とかになってるんで、まあ、本当は、ね、あの改正前の民法が適用されるんだけど、あまり深く考えずに、えーまあ、皆さん、えー、改正後の民法で学習することになりますから、その改正後の民法を前提にこれ解いてみましょう。じゃあ <laughs> 平成12年の1月5日、えー、まあ結構昔ですけれども、えー、X は Y に対して、返済期日を平成13年1月5日、まあ1年後だね。まあ1年後に金返せっていうね、まあそういうふうな約束で、100万円を貸し付けたわけですね。X が Y に100万貸したわけです。ですが Y は一向に返済しようとしていないということですね。で、X は、平成30年10月7日、えー、まあ、 えと弁済期が平成13年ですから、弁済期が経過してから17年ぐらい経ってから、Y に対して、いい加減貸した100万円を返してくれとまあいうことで、口頭で催促をしていますま、返してくれって言ったわけ、うん、そしたら Y は、もうすぐ大きな仕事の収入が入るから、頼むから年末まで待ってくれというふうふに懇願した。 まあ、要するにちょっと、ね、お金ちょっと待ってくれとうう懇願したため X は分かったとじゃあ年末まで待つわというふうふに応じた、えー、しかし Y は <laughs>、まあ、そういうふうふに言ったんだけど X に対して一切返済することなく現在に至っています、まあ、今日の講義やっているのが令和3年令和3年になっても、まあ、い今も返してくれないということですじゃあこの時 X は Y に対して、えー、100万円の返還を請求することができるでしょうか、えー、というまあ問題をちょっとベースに考えてみましょう。<laughs> まあ なんか貸した金だから返すの当たり前じゃんみたいなね <laughs> えそんなイメージではありますがえまずこれはポイントとなるのは X がまあお金返してほしいっていうふうに言ってるんだけど事例問題においてまずポイントになるのはじゃあそのお金を返してほしいということに何の根拠があって返してほしいのかでまあ当然貸した金だから返せっていうのは分かりますよねえ平成12年1月5日に13年の1月5日を約束で返せって約束したんだから返してくれって言えそうなわけだけどただ 法律においてはじゃあ何で返せると言えるのかという法的根拠が必要になるんですで出発点はまずその金を返せとうう言えるためには、えー、の法的根拠でこれは民法にあるんですよで、えー、条文ですね、まあ、6本をまあ持参して、えー、毎回、講義で、えー、使いますけれども今日はまあ6本なくてもいけるようにあの後ろに今日は使う条文ついてます、はいえーとね、9ページにまとめてついてます <laughs>、えーまあ、条文引くとですね こういうふういふな条文があるわけですね、えー、民法587条という条文を引くと、えー、消費対策という条文が出てくると思うんですでこの条文ではどう書かれているかというと、えー、消費対策は当事者の一方が種類、品質、数量の同じものを持って返還することを訳して、えー、相手から金銭その他を受け取ることによってその効力を生じるとされているんですね。でこのじゃあ消費とといいいうう言葉はとりあえず、えーまあ、置,い置いといててどうやら 品質と数量と同じものを持って返還すると、まあ、いうことを約束して訳、えー、して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、えー、その効力を生じると、えー、されていますでこの効力を生じるというふうふに書かれているけれども、えー、これはです、ねまあ、どういうことかというと契約というのがまあ成立するわけですが、まあ、これ今日の勉強になりますが契約って成立するとどうなるか。 まあ契約というのはそもそも何かというと相対立する意思表示がね合致することなんですよだから売ります、買いますで合致すると例えばこの車を100万円で売りたいじゃあこの車を100万円で買いますとかねあとはもしくは500万円を貸します500万円借りますみたいに相対立する意思が合致する場合に契約で成立すするんですで契約が成立すると何が生じるかというと契約の効力としてお互いに義務が生じます 例えば売買契約であれば100万円で車を買うという約束が成立すれば売り主は車を引き渡さなきゃいけない買い主は代金を払わなきゃいけないといったように契約,が発生契約が成立するとお互いに義務が生じるんですよすると今回、どんな約束をしているかというと種類、品質、数量の同じものを持って返還するということを約束してますよね、うん、当事者の一方が。えー どううなんでしょうねこれ100万円だったらお金を借りるというのはまさにこれが典型でその100万円そのものじゃなくてもいいよね、えー、要するにお札その受け取ったお金そのものではなくて100万円であればいいわけですよね、ですから種類、品質、数量の同じものを返しますよとうう約束をして、そしてかつ相手方からお金を受け取ることによってその効力を生じるということになりますよね、すると、まあ、ざっくり言ってしまうとこの条文というのはこういうことです。 返還約束をして、当時者の一方がね、返還約束をして、仏を受け取ったと,、えー、と、このまま受け取るですね、えー、つまり、返しますよということを約束をしてで、その上で返しますよという約束をした上で、その仏を受け取ることによって、まあ、条文でいうとこうなるわけですね。 効力が生じる具体的に何かというと、まあ、返さなきゃいけない義務が生じるというふうにされているんですね。 でえっと、民法に限らず法律の読み方っていうのは今日、がっちりあるんですが基本的には法律というのは要件と効果でできているとされているんですよつまりある条件を満たすとある効果が生じるんですでこの民法587条の条文も、まあ、見ると種類、品質、数量の同じものを返すよと約束をすること,えすることを訳してまでかな。訳してまで こうですねえつまりえ種類、品質、数量の同じものを持って返還することを約束したこととそれから相手方からその物を受け取ることこの2つのことが満たされるとそれによってその効力が生じるってされているわけねじゃあこの効力が生じるってのは何なのかって言ったらまさに契約の効力っていうのはまあこれは後でやりますが債権 債権の発生原因ととい、まあ、いうことになっていきます <laughs> するとです、ね、えー、まあこのように、まあ、契約自体が債権・債務の発生原因という,ふうに説明しましたが債権って何かというとこれは要するに人に対する請求権です、これからまあ勉強していく内容になりますが、まあ、日常的にも債権とか債務という言葉を使うでしょう。 で、あれは何かっていうと、ある人がある人に対して金払いやとか物をよこせやとかね、まあ出てけやとかね、えー、何らかの契約関係に基づいて、人に対して請求することを債権っていうんです。で、そうすると今回は、この契約が成立することによって、返さなきゃいけないという債、あの債務。まあ言い換えれば、貸した側からすれば金返せって言えるって状態になってるわけです。で、これがですね、まず最初に民法587条で規定されている。すると、<laughs> 実は、ね、あの借りたものを返せよって話なんだけどちょっとと戻るとね、えー、と2ページに戻ると結局、X の側としてはこういうことを言いたいわけですよ。えー、X の側からするとさっき民法587条でしたっけ、えー、民法587条で、えー、言っても消費貸借契約っていう契約が成立しているわけですですからこれに基づいて xy には変換義務が生じているんだというのがこのあれですね根拠ということになるんだと思います。ですので、まず一番最初にまあこれはまず最初一番最初だからこんなふうにちょっと説明していきますが。に対して え消費対策契約、えー、が成立している、まあ、さっき言った2つの要件だよね、えー、返すよという合意があってそれでお金を受け取ったで、そのことはここから分かりますよね、えー、と問題文に見るといいです、ねまあ、返済期日を決めて貸し付けた。 この貸し付けたというのは100万円を実際に渡すことを貸し付けるというんですね、えー、ですから、弁済期日が決まっていて100万円貸し付けているということでしかも、本件では返済義務が生じていますがえ今回は平成13年の1月5日えも経過しています、まあ、これちなみに弁済期というふううに言うんだけどお金を返さなきゃいけない日付も経過していますからだからもうお金返せよと言っているわけです。<laughs> では、ここまで、え、が、まず大前提としてあるんだけど、でも、Y としては、まあ、返したくないわけですよね。じゃあ、Y としては返したくないんだけれども、え、どうして、え、返さなくていいのかっていうね。まあ、Y の立場に立って、今度は、え、ちょっと考えていただきたいというところになります。で、そうすると、Y としては、どんな反応が考えられるか <laughs>。ということですが、まあ、Y としては、何らかの意味で返したくないわけですよね。じゃあ、この、この時に Y としては、なぜ返したくないかっていうのを考えていきたいんだけれども、まあ、なんとなく読んでて、 これ結構昔の話だよね、えー、平成13年の1月5日が弁済期になっていて、まあ、現在、令和3年ということで、えーまあまあ、言ってみればもう20年以上経ってる話なわけですよね、そうするとまあ聞いたことありますかね、えー、時効って言って、まあ、借りた金長いこと返さなかった場合には返済しなくてよくなるわけですよ、じゃあ、多分この Y としては、もう時効でなくなってるって言いたいという反論が考えられるんだけど、ただ、それも法的根拠がいるんだよね。 法律の勉強するにあたってはそこのちゃんと法的根拠を指摘するということになるわけじゃあ Y としてはじゃあ、えー、時効で返さなくていいというのは条文にあるのかというと実はですね、えー、9ページ、えー、166条という条文にあるんです <laughs>、えー、債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する、まあ、さっきちょろっと言いましたがこの債権というのは、まあ、言ってみれば A から B に人から人への請求権のことでした 人から人に対する請求権のことを債権というわけだけども債権はなんか消えるっぽいだということですよね次に掲げる場合には時効によって消滅するとされていますじゃあ次に掲げる場合というのをちょっと見てみると、まあ、そうするとこれが要件で効果なのよで条文の場合こうですね、えー、効果としては消滅という効果がまあなるわけですね、えー、発生するとじゃあ次に掲げる場合をちょっと見るとこんなこと言ってます、えー、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間 えー、行使しないときや、えー、権利を行使することができるときから10年間行使しない場合には、えー、時効で消滅するということになりますじゃあ、今回どうですかね、どっちに当たるかというと <laughs> まあこれから勉強する、えー、かことこだけどこれ多分1号に当たるんですよ、えーまあ、どうしてかというとお金を貸し付けたときに、弁済期日を13年1月5日とうう約束してるでしょ。 貸した側と借りた側両方とも平成13年1月5日に返せって言えることは分かってるよね。ということは1月5日を経過すれば当然のごとく債権者は知ってますよね。だって契約してんだから、ね。平成13年1月5日に返せって言えることは当然分かってるわけだから。じゃあその平成13年1月5日の時点からもう分かってるわけだから5年間行使ねと消えちゃう。 ということですから、Y としてはできることを知ったときていうのが平成13年の1月5日であってそこから5年間経過してますよね。ということは民法166条、これちなみに後でやりますが1項1号って読みます先ほどの1項1号っていう風に呼んでいくんだけど166条の1項1号で平成13年の1月5日これは要するに 権利を行使できることを知ったときいい平成13年の1月15日を起点とすると5年間が経過しているということになります。ということは,は、効果としてもう時効によって消滅していると。 つまり、この返還義務がないんだということを、えー、反論しているということになりますよね、これは Y の主張です、えー、Y の側の主張としては、えー、民法587条に基づく返還請求権というのはあったとしても、仮に、ね、X が返還請求権を持っていたとしても、えー、この民法166条1項の規定で、えー、5年間経過しているんだから、これは時効によって返還請求できなくなっているよと、まあ、いうことは言いたいでしょう、でじゃあ、言えたで、これで X に再反論がなければ Y の勝ちです。 いいね、X に再反論がなければ Y の価値ですじゃあ、X に今度は反論があるかを見ていくわけ、まあ、5年経ってるからね、えー、時効による消滅だって言われてもじゃあこの時にじゃに生の事実を見てみよう X からすればいやいや時効が完成してないもしくはいやお金を返さないなんてことは通らないっていうことをなんか言いそうな事実関係があると思うんですよね考えてみたらこれですわ平成30年の10月7日に返してくれって言って待ってくれって言ってんだよね いいですね待ってくれって言ってるだからこれはああ、ね、返してくれるんだろうなって思ってるはずだよねでじゃあこれがじゃあ何に当たるかっていう話になるんだけれども、まあ、実際に時効っていうものが完成すると、まあ、権利が消えちゃうよっていうことはさっき、えー、条文の中にはあったけれどもただ、えー、それに対して、まあ、X としてはでも平成30年にさ返してって言ったら分かったっていう待ってくれって言ってるわけだからああこれなんか返,し返すって言ってるよねって っていうことがまあ言えると思うで、じゃあこれを法的にどう評価するかです。えー、法的にこれがどう評価されるかというと、実は条文もうちょい続きます。えっ、ー、とね。時効についてはね。完成しない、えー、場合があるんです。それがですね。9ページ。 民法百五十二条というのがあると思うんですね。えー、民法百五十二条で、はい、えー、時効による、えー、承認による時効の更新というふうに書かれていると思います。これはね、民法の第三回で、さ、えー、第三回第四回で結構ガツンとやるんだけど、あの時効っていうと五年間経つと消えちゃうって言ってるけれども、あのそれでじゃ五年間ずっとねほったらかしにしたら消えちゃうんだけれども、ただこれですね、権利の承認があったときは。 その時から新たに進行を始めるとされているんですでこの新たに進行を始めるってことは時効がリセットされるってことですねでこの時効がリセットされるというのを更新というのよだから例えば5年前にお金借りてても例えば一つの例ですけど私はあなたにお金借りてますって認めるとその時点でリセットされるんですよでまた時効1からスタートするんですで,でまた5年経つ前に私は借りてますっていうことを認めればまた5年リスタートになる だから今だってそうじゃん借金20年以上前の借金をずっと返している人というのは要す,要するに5年間の時効はあるけれども5年以内に権利を認めていればその時効いうのはリセットされちゃうという,ふうに規定があるからなんですよでこの権利の承認というのは言ってみれば私はお金借りていると、まあ、いうことを認めている場合ですでこれはこの後勉強しますけれどもじゃあ積極的にじゃあ私はお金借りてますというふうに、えー、なんか積極的になんか認めるというよりは 例えば1つの例、ね。あの一部分でも分割払いしている場合には分割払いしている時点でこれになるとされているんですよ。ただ10万円、例えばお金借りてる人ょ。10万借りて,てじゃてそのうちの5000円返しましたってことをやっている人っていうのは5000円返すってことは10万借りてる前提だよね。ということはもう一部でも弁分割払いとか弁済をしている時点で権利の承認をしているんだよ。 あなたは再検査ですって認めてるからその都度リセットされるのだから本当の意味で時効が五年間経過するっていうのは何にもしないで五年間逃げ回ってる時です いいですねまあ、一部分の弁済もすることなく、えー、弁済一回もすることなく5年間ずっと放置しているような場合にはもうあの時効完成するけれども、この権利を認めるというのはあなたは債権者ですと認める場合には、えー、リセットされる、でこれなおあの民法の勉強でやるけれども、債務がなければしないようなことは全部これに当たるんですよ、だから一部分だけ弁済するというのもそうだけど、も,もう一つ言えるのが、あの返済猶予を、まえー、とお願いすること、もうちょい待ってくれ。 っていう発言は、えー、もうちょっと待ってくれとかあの利息カットしてくれとかそういうふうなお願いをしているというのは、えー、要するにお金を借りていなかったら発言として出るわけないですよねですからそれは権利の承認に自動的に当たるとされているんですよなのでこの権利の承認というのは解釈上はねあの文言上はあ,のあなたが債権者ですよと認めることなんだけれども今回のじゃあ問題を見てください、えー、っと2ページになりますけれどもこの発言ってさ 要するに権利の承認じゃなかったら出てこないでしょういい、まあ、言ってみれば貸した100万円を返してくれという催促に対して頼むから年末まで待ってくれって言ってるんですよでこれは要するにお金を借りてなければ出てこない話なわけです, <laughs> いいです、ね、でちょい細かい話をするとあのただ単に待ってくれっていうだけだったら怪しいんだよね待ってくれだったら別に日常的に待つなんて言葉いくらでも出てくるんじゃん ちょっっっっと待待っててっててのは待ってくれだ,からだけど、これってさやり取りの中でねあのどうやら口頭で貸した100万円を返してくれっていう発言を X してるでしょ。ということは万円貸,し貸した100万円っていうのは当然この平成12年の100万円であることは特定されてるじゃんでこの平成12年に貸した100万円を返せっていうこの特定した返還の催促に対して待ってくれって言ってるわけ。ということはこの年末まで待ってくれっていう発言は X が Y に対して貸した100万円の返済を待ってくれって意味だよね、いうねそこはだからあのこの人の発言の真意もちゃんと取らなきゃいけないわけね、ででしかもこれさ大きな仕事が入る予定だからっていうことからすればやっぱりこれ返済を待ってくれとしか読めないわけだよね。ということは、この X から Y に対するものっていうのは、えーまあ、Y が年末まで待ってくれって言っていると。 でこの発言というのは何を意味するかというと、えー、さっき民法152条で権利の承認に当たるんだと。権利の承認に当たるんだと。大 <laughs> 体、えーまあ、いいね、あなたにお金を借りてますなんて明示的に言わなくても、えー、これは当たる。なぜなぜらば えっと X の権利を前提とした言動だよね。X に権利があることを前提とした言動だから、はい権利の承認に当たるんだと。はいじゃ権利の承認に当たる場合にはどうなるかというと、はい権利の承認はさっき言った通り、えー、効果として時効はリセットされると。 リセットされているはずだという形でこの時効による消滅の効果を争うということをしているわけです。<laughs> とすると今度は、えー、繰り返しになっちゃうけれども、えー、Y の側から再反論が出てこなければ X の価値ということになるでこのように民法の問題っていうのに限らずだけれどもその事例問題というのはお互いの言い分をキャッチボールしちゃうんです。 でお互いのイボをキャッチボールし合って要するに金貸,し貸した金返せっていうのが587条で、えー、効果としてあるでも、えー、もう5年経ってるよっていうのが時効の規定があるから時効の規定だから返さないいやいや時効の、時効完成したって言ってるけれどもあんた認めたでしょ、認めたんだったら時効リセットされますよっていう形で、まあ、お互いの生の主張というのをぶつけ合ってで最終的に球が尽きた方が負けるんです。 いいよね。玉がつきた方が負けるんです。で、事例問題を特に当たって、えー、特にね、あの勉強する時にはこのやり取りというかね、主張と反論の組み立てっていうのをイメージする、えー、意識することが非常に重要になってきます。じゃあ、これは実は今日の講義の後半で結論を出すんだけれども、じゃあ Y からこれ反論出るかね。Y から反論出るかね。えー、確かになんかね、えー、ともう待ってくれっていうふうに言っています。 でえー、でここは、ね、なかなか出てこないと思うのでちょっと触れておくとこれはあの民法の勉強しないと、ね、出てこないんだけれどもあの実はすごく大きな、えー、反論がありますこの権利承認しているのいつだろう、この人平の、えーえー。平成30年の10月7日にしています。ということは、これってさ Y からの反論としては当然権利の承認したかもしれないけど時効完成してるよね。 つまり本来というのは例えば、えー、時効が完成する基本的にリ,リセットするのはこの間だったら確かにあの権利の承認として時効をリセットするかもしれないけれども、えー、時効がです、ね、平成18年の1月5日に完成してるじゃん。ということは、えー、と Y の 時効完成後じゃないですか。ということはそもそも更新されることなく問題なく時効がリセットされてんじゃないかと。あ、ごめんなさいごめんなさい。問題なく時効が完成しちゃってんじゃないかっていう、えー、主張になるわけですね。ですると Y からすればその主張がある。つまり 話です <laughs> つまり権利の承認というのは本来は時効が完成する前にやるもんなんだよねもともと分かります時効のリセットってことだからリセットリセットリセットって繰り返すもんでしょいいよねだから時効が完成する前に債権者の側が時効を管理して時効が完成しないように、えー、管理するというのがもともとの方針だからそもそも性質上 性質上、時効完成前になされる必要があるはずでですよね。でも今回は、えー、平成30年の10月7日つまり時効,が完成するであ時効が完成した後に、えー、権利を認めているということになりますでこれでは時効の更新が生じないんじゃないかということが Y としては表れてくるわけですじゃあこれについて条文を引くとなどうなるかというと 条文ないんですよね、まあ、ただ、性質上時効の更新というものは時効が完成する前に行われるっていうことがまあ予定されているのは当然としてじゃあ、時効が完成した後に権利承認した場合どうなるかっていうことは条文に書いいてないんですですからその条文に書いてないものについてどういうふうにしていくか。つまり まあこれ結論から言うとね今日の後半でやるけど、判例があるんですけどねえ最高裁判所が似たようなえ事案について判例を出しているのでまあその判例に沿って考えるとこうなるよっていうのは今日、結論として出すけれどもただ、この問題を出した理由としてはまあ言ってみればそのあれですね事例問題を解くにあたって 特に勉強をこれから始める方とかもしくは民法の勉強を入っていくし法律を学び出すとなんか論点と呼ばれるものがあってその論点を探すというふうに問題を解いていくっていうケースが結構いろいろ学習法の中にはあるんだけどただ予備試験に関しては結局論点を探すというよりは自然に出てくるようにしなきゃだめ。つまりこれを読んだときに論点なんだ、まあ、確かにこれ勉強していくとこの問題というのは時効完成後に権利を承認した場合どんな効果が生じるか。 時効が完成した後に債務者が確かにって認めた場合にその時効の関係では要するに時効の効力が生じるのかとかね更新の効力が生じるのかっていうのがまあ問題意識になるんだけどただ、その一方で事例を解くにあたってはこれに行くまでのやり取りというものをちゃんと前さばきで言える必要がある <laughs>。 ででそうすると結構シンプルでしょ、X の最初の生の主張は金返すでしょで、Y からしたら返したくない理由がある、時効が完成してるから返したくない、じゃあ、X としては時効が完成してないってことを言いたいんでしょで、こういうふうにやり取りをキャッチボールしていくと、どこかで煮詰まるんですよ、でどこかで煮詰まる、今回、ここですよね、えー、権利の承認であることは前提としてね、えー、権利の承認があったことを前提として、時効完成した後に、えー、権けあのに、権利を承認した場合、いかなる効力が生じるか。 ですね、効力が生じないなら Y の勝ち更新の効力なり何らかのそういう効力が生じないなら Y の勝ちで、えー、何らかの効力が生じてるんだったら、まあ、X の勝ちっていうことになるからそこをあとは示していくってことになりますじゃするとちょっと見ますけれども そうするとこういうふうに解いていくわけですよ。なぜまずね、スタートとしては X に100万円を返せと Y に請求できるのか、これは法的根拠があった。で、さらに Y はじゃ X に対していかなる反論ができるのか、ただら金返したくないし、事項が完成だ。で、その後 X はあのこの発言ですよ。もうすぐ大きな仕事が入る予定だから頼むから年末まで待ってくれっていうふうに Y は発言しているけれども、これは X にとってみればえ、権利の承認だっていう組み立てができるわけね。 つまり生の事実を法的評価するということですね、で特にこれはあのこ,のこの発言だけでは意味がないわけね、もうすぐ仕事が入るから待ってくれという発言だけでは意味はないんだけれども、その直前に貸した100万円を返してくれという応答としてしゃべっているわけですということはその貸した100万円についての返済猶予を求める発言という意味があるわけだよね。ということはこの返済猶予を求める発言というものは権利の承認。 つまり時効の更新の効力が生じる、まあ、時効のリセットが生じる権利の承認に含まれると、まあ、いうふうに構築できるでしょでそういうふうに考えていくと争点が最終的にこの <laughs> 時効完成でただ権利の承認に当たるとしても時効がもう完成している後ですよね平成18年が過ぎた後のこの権利の承認にいかなる効力が生じるのかが争点ということになるでこの争点に対しての解決はインプットで勉強する知識をガンガン入れていくわけです。 でそれでそれをちゃんと最高裁はこういうふうに考えているよ、本件ではこうだよとううやっていくわけです。とすると、ね、事例問題をちょっと戻ると結局はこれができてくれということなんです、まあでまあ、まあ毎回抗議する中でそういういの自然と身につくんだけどまず時系列、人物関係を踏まえてまずこれ事例の内容を理解する、まず事例の分析が必要になりますよね。 でその上で事例を分析したときに当事者は何を言いたいか、えー、当事者が求めているものは何かで、そしてそれを実現する条文があるか、だよねまあ、金返せでもいいけど、ね、それを実現する条文は何か、でそしたら反対当事者の側は、えー、当然、反論があるで、この反論は何で、根拠となる条文は何か、でこのキャッチボールをま,あ、まず見ていくとで、そうするとどこかで煮詰まる、でこの争点形成がなされて、あとは争点抽出になるわけです。それを でその上で結論を示す、えー、当事者の請求が認められるかということで事例に対する判断を最終的にしていく、まあ、事例解決能力、だからここら辺はどちらかというと、まあ、民法の学習を進めていく中でさまざまな知識を入れていくわけですね、でまあ、予備試験の1年コースということになりますから予備で問われるものっていうのはあのどちらかというと限定されています、かなり。あの全体ののの出題範範囲囲中かからでもその、まあ、例えばば司法試験ととと比べれば範囲というのは まあ基礎から標準的なところに限られていますのでまああの1年コースのインプットの中ではそこを徹底的にやるイメージですでただ、徹底的にやるからには正確確確生活か確実な理解というところになる、だからどちらかというとまあ範囲を絞ってまあ予備で出るようなところに範囲を絞ってそこについても事例の解決まで含めて深くやるというのがイメージになります。 ですると、事例得ってそんな難しい話じゃないのよ要するに話人の話聞いて人の話聞いて争点見つけてそれに対する解決を出すと、まあ、いうことだから事例問題っていう,ふうなんかビビるかもしれないけど言ってみれば、ね、X と Y の言い分が入り乱れた文章でしょその文章を見た時にそれを解きほぐすんですよで解きほぐした時結局突き詰めていえば何が問題になっているのかってことを見抜いてでその争点に対して、まあ、条文があれば条文だし判例があれば判例を見ていくっていう,ふうな形になってきます でそうすると、ね、事例問題を解くっていうのに必要なアプローチはこの流れになっていて先ほどだからこの争点抽出というところまで実際やってみましたでは、はいえー、じゃあどうやって勉強していくのかっていうことになりますがやっぱり、ね、条文を最優先してください、えー、もう条文に答えがありますっていうケースもあるからねでもっと言うとあの論文式試験においてはあの6法はとにかく参照していいんですよね。 試験会場にありますからそれ引けるわけなんでそうすると条文に日頃からなれる。で特に 大学とかの講義とか、まあ、他の,、ねあのまあ、一般的な入門講義の中には、まあ、6法引かずにまあとりあえず、ねえー、頭に入れていきましょうという、まあ、ケースもあるんだけれども、まあ、予備の1年という感覚からするといかに早くもう6法使いこなすかに尽きるからね、えー、ですのでもうその6法については必ず持参して6法で条文を引くという習慣をつけていくということはもうほぼマストになりますででその上で条文をまず最優先であとは条文の後にその後に判例なんですよ。 いいね、当事者の主張を実現する根拠が条文であってで条文の適用では解決が難しかったり条文解釈に対しての判例の考え方を用いていく、まあ、言ってみれば条文があって条文では解決できなかったり条文では明らかでないものについては似たような事件の最高裁の判例を使っていくというイメージになりますではで今日はその中でじゃあ条文の勉強判例の勉強の入門段階を最初に、ね、押さえていこうと思っているんですよ では、ちょっと。今日は早速ですが、このさっきの事例の解決はね。後に回す,回すというか、ね、後にするとして、えー、条文の読み方っていうのを、まずちょっと、えー。ここは一般的に押さえておきましょう。えーまあ、今日やる内容ですが、三、えーね、ページになります。 でここで扱っているこの条文の読み方っていうのは、抗議を受けるにあたっても例えば何条何項柱書きとかね何項正し書きみたいな形で、えーまあ、一応抗議へは使っていきます、そうするとそれが意味している、えー、内容っていうのかな、えー、それは正確に理解しなきゃいけないので、まずはその言葉遣いについて正しい、えー、理解をしていく必要があります、で特にですね、えー、今日やりますけれども、やっぱ法律っいうのはやっぱり多岐的じゃまずいでしょ。その ね、どうとも読めるというのはまずいわけだからそれだけ論理的にできていますでまず、えー、知識として持っていてほしいのは上から順番に上項・后と言います、えー、憲法あ例えば何条、何項何号というふうふに下がっていきますするとこの条文を例にとると、えー、憲法あ刑法19条1と書いてあって次に掲げることは没収することができると、えー、次に掲げる仏は没収することができるとされていて、まあ、例えば これだね2とってやつを見ると、関数字2を見ると、犯罪行為のように教師、または教師としたもの、まあ、言ってみれば、なんか殺人の凶器とかね、まあ、そういったものが入ると思うんですが、そうすると、この119条1項によると、まあ、次のものは没収できて、まあ、1、2、3、4って書いてあるけど、例えば2を例にとると、犯罪の凶器は没収できる、そうするとこの部分をなんて読むかっていうと、19条1項、1、2号って読むものだけ。 いいね、19条1項2号という形で読むことになりますで特に、えー、講義の中でもそうなんですがあの、まあ、略して書くときには、まあ、これは別にあれですかね、まあ、こういうふうに略すことが多いから、えーまあ、ちゃんと論文書くときには省略しちゃだめよ論文書くときには刑法19条1項2号って書かなきゃいけないんだけど講義の中では上はアラビア数字で、えー、普通の数字 で、えっ、ー、と、何項がローマ数字、何号が丸一、丸二っていうふうに表記することが多いので。えー、今回の場合だと、えー、犯罪行為に使ったものは没収できるという規定は。えー、刑法十九条一項、二項に、えー、その根拠があるというふうにされるわけです。で、ちなみに、こっちは二項です。こっちは二項です。一項、二項っていうふうになってるわけですね。で、じゃあ。あ さっきの1項、2項って話はいいんだけれども、結構間ち比較的間違いやすいものがあって、じゃあここなんて言います次に掲げる物は没収することができるって書いてある、ああこれよく間違えちゃうのは19条1項本文っていう人がいるんです、でこれは間違いです、このように1項、2項、3項号、4項号になっている上に書かれているものは柱書きって言言います柱書きって言います。 でこれはあの気をつけてくださいあの本文、正し書きという関係があるんだけれどもこれからやるけどねあのこのように1号、2号、3号、4号というところに前に掲げているこの大本に当たるものというのは柱書きというふうふに言われていますのでここは気をつけてくださいでちなみに本文というのはどういうふうに使うか本文というのは、まあ、下にここに書いてある本文と正し書きって書いてありますよね必ず正しとセットになって。 えこの下の下19条2項を見てもらっていい、えー、19条2項を見てもらうと没収は犯人以外のものに属しないものに限りこれをすることができるただしって書いてあるでしょただし犯人以外のものであったとしても、えー、分かってて取得したものは没収できるというふうに書いてあるでちょっとこれは刑法の条文だから難しい条文だけどこのただしの前に書かれているものがこれが本文ですこれが 本文って言われてます <laughs> でただしの後ろに書かれているものがただし書きになっているわけですね。 でじゃあこれどう,どう,どういうことってなると思うんでちょっと触れておくと本文正し書きってなっているときにはこれはもう条文上必ずです原則と例外になっている場合には条文では本文正し書きという書き方をしますですから、この条文、少し読みにくい条文なんだけどあのこの本文で書かれているのが原則なんです、没収というのは犯人以外のものに属しないものしか没収できない。 なんか日本語難しいなっていうところはあるんであれれですけれどもまあこれから学習するときに追って分かれば大丈夫ですからねつまり、没収ていうのは犯人のものか要するに遺留物しか没収できないんですよ、犯人のものか遺留物しか没収できなくてそうするとあの犯人以外のものに属しないものしか没収できないっていう日本語になるわけねでだから原則としては要するに犯人以外のものは没収できないということです。 いいですね犯人以外のものは没収できないのが原則なんですただ犯人以外のものであっても犯罪の後に分かって取ったものは例外的に没収していいとつまり第三者のものであってもねあの原則としては犯人以外の第三者のもの,ってのは没収できないんだけれども例外として、えー、犯,犯罪があった後に分かって第三者が引き受けたんだったらそれは没収の対象になるという規定のつまり本文とただし書きというのは原則と例外の関係になっている。 なのでた,ただしという言葉があった場合に使うものです。いいですねでこのように、えー、何条、何項、何号そして、えー、この、まあ、て1号、2号、3号、4号みたいになっている時の上に書かれているものが柱書きでた,だしただしが使われているときには原則例外の形になっているので本文ただし書きと言いますであとはもう一つ、えー、似ているもので前段、後段というのがありますこれは、ね、端的ににつの文章になっている時です。 ぜ原則、例外の関係ではなくて、えー、普通、条文というのはワンセンテンスなんです、普通はあの1文で条文って書かれているんだけどたまに、ね、2, 2文以上になることがあるんですよで、2文以上になる時の1文目を前段、2文目を後段と言いますだから、これについては別に原則と例外という関係ではなくて1つの条文の中で2つのことを書いているという場合にこう2文になった時には前段、後段というふうに言ったりしますでここまでが条文の名称なんですが、ここから先はね えー、結構重要度が高い話になりますあの法令用語の基礎っていうところなんですがあの、ね、またはともしくはって日常生活ではほとんど同じ使い方をしてますよね、またはも,うもしくはもう英語で言うところの「or なわけです、えーで、例えばその下の「い」も見ると,、えー、と、およびと並びに、えー、これも日常生活では「and なわけですね。うん 「う」ウの時と時「とき」と「とき」これも、まあ、いずれも「ほえん」かなあの接続詞ほえん」みたいな使い方をするから基本的には全部なんか日常的には語法が同じになってるんですがえこ,の、えー、これらは全て、えー、法令的には違う使い方をしています。えー、まず こあと「い」がめちゃくちゃ重要なんでちょっと触れておくとまたはともしくはについてはまずこの199条を見ていただいてね人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処すると書かれていますででそうするとねまず結論から言いますまたはという方が大きな並列です、またはというときにはでもしくはというのがちっちゃな並列です。 またはがでかくてもしくはちっちゃいみたいなそんなぐらいのイメージですじゃあこの条文どうやって読むかというと人を殺したものはまたはがあるでしょ死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処するっていう読み方をします、まあ、またはがでかいんですでするとね、死刑または懲役なんです簡単に言うと死刑または懲役なんです 刑罰としてはつまり人を殺したから殺人罪ってやつなんですけど、まあ、殺人罪を犯した場合には死刑か懲役になるんだという、まあ、でっかいんですよね、でそしてこの無期,または年あ無期もしくは5年以上っていうのはこれはどういうことかというとこの中でもしくはが無期と5年以上をこう並列してるんですよ。わかかるるなそうすると この OR の関係っていうのがまたはの場合は大きな並列もしくはの場合には小さな並列になるということですねでこれは、ね、やりだすと大変なものではあるんだけれどもこれさ逆に取ると意味変わったりするケースもあるんですよ言ってみれば、まあ、この場合だったらまたはがだから A または、まあ、こういうふうな感じになっているということですねこれがまたはで こっちがもしくはの関係で要するに A またはこの辺なんかあのやり出すとって感じになるんだけどえこれについてはね読み方を間違えて考えると結論が変わっちゃうとか意味が変わっちゃったりすることもあるのでとりあえずまたはって言ったらバサっと切る目またはみたいなね式はまたはえでもしくは小さくて向きもしくはえ5年以上を切っていると。 まあいうことになりますで実はね、ねこれおよびと並びにも同じですように考えられています、えー、どちらも英語的には安どみたいな形で使われているんですけれども、並びにででかいです、えー、もうこれはもうしゃあない、えー、およびがちっちゃくて、並びにがでかいんですだから、この場合だったら、えー、355条、取締役は法令及び定款並びに株主総会の決議を守れ、えー、というふうに3つ書かれています。で 結局のところころれ法令、定款株主総会決議守れっていうことだから変わんないじゃんと思うんだけど一応、およびと並びにっていう形でえ使い分けがあります、並びにがあるときはでかいっていうことですねするとどうなるかというと並びにがでかいので、ちょっと赤にしましょうか、並びにがあるってことはこういうイメージなんです、法令及び定款並びに株主総会決議を重視しなさいと。並びにがでかい でえー、その中にこお呼びが入っていますこのお呼びが入ってい、えー、るのでこのお呼びは法令および定管なら、えー、びに株主総会決議を遵守せいと、まあ、いうことになっているんですでするとこれっていうのはだから、えー、株主総会あ取締役はちゃんといろんなことを守れって話なんだけど、まあ、ちゃんと読むとこういうことです法令および定管 に並びにがでかくて株主総会決議を守りなさいなという感じすると今回はこれを ABC とするとどういうふうに言えるかというとこの図でいうとですねどんな感じになるかというと えこういうふうなえ感じになっているということですこっちがおよびこっちが並びにとまあいう感じになっているでこればっかりは何でって考えちゃいけない何でって考えちゃいけなくてで,なんでも、これが区別をしなきゃいけない理由は人を読む人によって意味変わっちゃまずいでしょ。 だから当然、法律っていうのはね誰が読んでも同じ意味になるように、やっぱりそこの,あの要するに論理的な部分ね論理的な部分はやっぱり読み方っていうのはちゃんと一義的になるようにはされているわけです。なので、またはもしくはまたはがでかい、ままたたはははもしくはまたはがでかいおよびならびにはならびにがでかいっていう感じになりますからね。でこれはねあの 今だとど,ど,どうなってんのこれってなるけど勉強していくとも当たり前のように使いこなせるようになるので大切な意識することねあの同じって思ってるとあのいつまであっても、えー、意識できなくなっちゃうので最初の段階で意識しておくとね出てくるたびに一応、ね、あの止まっていくって練習しておくと変わってきますのでただ、その一方でねこれ気,を気づいた人多いかもしれないけどこれに意味あるのかね A&B&C さっきの OR は何か意味変わっちゃいそうな時あるじゃん。 なんだけこっちをこの A、O は B、O は C とかにしちゃうと意味変わっちゃう可能性あるじゃん、なんとなくだけどこっちはさ、A&B&C って結局 A と B と C だから、えー、全部守れだからあんまり変わらないように見えるよね、で実際変わらないんですよ、ただ、なんでこれおよび並びにが使い分けられているかというと、この法律を作った人はこれとこれを分けて考えているんですよ、じゃあ法令定款って何かというと、定款というのは会社の中の内部ルールだと思ってください。 会社の中のライブルールで例えば学校に校則とか学則があるのと同じように会社の中でも会社で守るべきルールみたいなのがあるんですよでそれを定款と言います、まあ、会社のハウスルールだと思ってくださいすると法令及び定款というのはこれ共通しているのはどっちもルールなんですよつまり決めたルールと株主総会決議というのはみんなの議決でしょということはこの結局守るのは法律定款 議決決議みんな守れよってことになってるんだけど性質上グルーピングとしてはこのグルーピングになるでしょ法令定款っていう風うに、まあ、要するに定められたルールですよね、えー、定められたルールとみんなで決めたことを守れって言いたわけだよそうすると法令定款っていうのはその定められたルールっていうのにカテゴライズされるわけだから、法、えー、令及び定観ならびにみんなで決めたこと という,ふうな形で、この A と B と C というのは結局全部守るんだけど A、B でグルーピングをしたいからこのような形で書いてあるということになるわけねであとはですね、これ時と時についても要注意ですえ時と時ってなんかどっちも時じゃねえかということなんですがこれはまず結論を言っちゃいますこの時というのは場合って意味ですなんとかな時にっていうのはそういう場合にはって意味でそれに対して時って書いてある時はその瞬間って意味です だから漢字で書いてあるかひらがなで書いてあるかで意味が変わることになりますだからこれ憲法60条ってとりあえずあのセブンサミットにもあった条文だから引いたけどね例えば、こんなの公民でやったことあるかな予算で参議院と衆議院で違った議決があったとでこの時に両院協議会っていう開くわけですね、えー、参議院と衆議院で予算の議決が違ったときに法律の定めるところにより両議員の協議会を開いても意見が一致しない時はって書いてあるでしょ。 でこれひらがなになっているのはそういう場合はという意味ですえつまりえ予算を決めようというに衆議院と参議院の議決が違っていてえ両院協議会というのを開いたとしても話がまとまらない場合にはえ衆議院の議決がえ国会の議決になるとされていますでは,ではね、時というのが漢字で使われている時はどういうふうになるかというその瞬間という意味になりますでそうするとまあよかったよかったということで9ページで1回やってるんですよね えーまあ、152条、権利の承認があったときはその時から、えー、進行を始めるつまり、ここ2つもひらがなとさ漢字使い分けているのわ分かる、えー、こっちはいわゆる権利の承認があった場合はという要件なんですよね権利の承認があった場合にはというような、えー、要件としてひらがなで書いてあるよねだから、あくまでも権利の承認があったらという要件なんですよだから、そのような権利の承認があった場合はということですが次、その時からになってるでしょ。 これはその時点からって意味なんですつまり、その権利の承認があったその瞬間でリセットされますよっていう意味になってるからこのひらがなの時と、えー、この漢字の時っていうのは使い分けがあるっていうことですね、えー、ですので時効は権利の承認があった場合にはその瞬間から、えー、時効が動くよっていう意味合いになるでさらにちょっと大変かもしれませんが、えー、ともう一つ、えー、紹介しておきますす、えー、推定するとみなす。 という規定ですでこちらも日常生活ではどっちもなんか聞いたことあるよね、なんか推定とか見なすって言葉、で一見すると同じような意味で使ってます、えー、推定も見なすもどっちもそういう風に扱うよって意味だよねななんとなくね、えー、こう推定するよとかね、えー、こういう風に見なすよっていうときにはそういう風に扱いますよっいう意味になるんですがこれについては全く違うので。 気をつけてくださいあの民法のおそらくかなり初期の段階でこ,のこれを使うことになるんだけれどもあのまず、ね、ちょっと参考までに言っておくとこの推定するを使った規定がこの188条の規定なんですね、えー、占有者が占有物について、えー、行使する権利は、えー、適法に有するものと推定するって書いてあります、でこれはどういう条文かというと占有っていうのは、まあ、現実に支配することを占有っていうんですね。 でまあ、今、私が、ね、たまたま6法を手に持ってますがこれだから私占有しているって感じになるわけですよね、えー、この6法について私は占有者ってことになります、そうすると、まあ、実際にこの6法を私が占有しているのでさっきの188条の規定によると、ね、占有者が占有物について行使する権利っていうのは適法だというふうに推定してもらいます、ですから私が今、6法を持っていてで、まあ、実際占有しているのであれば私が一応、その適法な権利者である。 とということが推定されますから例えば、それを誰かに売ったりとか、ねえー、このロッ本を場合によって燃やしちゃったりとか、まあ、誰かにあげちゃったりとしても一応、私が適法な権利者だって推定が働くわけだから、まあ、実際、それをやっちゃってもいいという条文なんです、まあ、それはどうしてかというと有っという事実上の支配をしているんだったら通常はそれに対する適法な権利を持っているでしょというところからそういう規定があるのただ、推定するという場合には破ることができます、まあ、推定を破るという言葉がある。 どどこなあのその言葉があるってことからもなんかイメージ湧くと思うんだけど、要は例えば私がこれ今、占有者です、だからこれを人に例えばあげちゃおうと、人にあげちゃおうっていうのも一応、推定は離れてんのよ適法な権利者だけどもしかしたらこれ私がですね、えー、人のを勝手に持ってきたかもしれないよね、人のものを勝手に、えー、自分のものだっていう,うに偽ってるかもしれない、その時には本当の権利者が、いやいや待てと。 この六法はお前のじゃないよねと人のもの何勝手にやろうとしているのという形で相手方がその推定を覆した場合にはこの規定というもののこのこ規定は及びませんつまり私がこの六法というものを人の六法を勝手に持ってきたということが例えば本当の所有者によって立証されればその推定は覆ることになります覆った場合にはこの規定は適用されなくなる。つまり推定するるってて書いてあときには えー、覆ることがありますでいいですね、えー、これはいろんなところで、えー、出てくる条文になります、えーまあ、推定するって言った場合にはそれを覆ることがあり得るわけです、だからさっき言った通り、えー、私が六法を占有していて、それを人に譲ろうと思っているとで、これは適法,にや適法だっていう推定は働くけれども、それが いいやいやあなたはそれ盗んできたやつだよねとかね、えー、あなたのものじゃないよねっていうことが、えー、明らかになればその推定は覆りますただ、その一方で「みなす」って書いてあるときは要注意みなすは覆ることがありえないんです、えーまあ、成人年齢引き下げになるとこの条文なくなっちゃうんですがあの未成年者が婚姻したときは成年に達したものとみなすってき規定があるんですよこれ成年犠牲って言われていて。えー、まあ あれですよね未成年者が婚姻をした場合にはもう成年に達したものとされます、でこれは覆すことはできません例えば、えー、未成年者が婚姻をしたんだけれども、まあ、私たちはまだ未熟でねまだ未熟で成年だって扱われるような、えーま、だ状況ではないとだから例外的にこの推定を覆して私たちは未成年者で結婚したんだけれども成年にならないという例外があるかというとそれはできないんです。もう,そう,いうのは もう見なすって書いてあるものについてはその例外を一切許さない、えー、規定になります、えー、ですので、えー、さっき言ったようにもう未成年者が婚姻をしたらそれで成年に達したこととされますので、えー、私たちはまだまだそんなね、えー、成年って言えるほどのものではないですからって言ってこの成年に達したことをく否定する覆すということはも,うもはやできないということになりつまり推定か見なすかっていうのは全く意味が違ってくる。 ということになりますので、えー、ここまでのところはしっかり意識してみてください、えー、まとめると、またはもしくはおよびの並びについてはその大きいかっちゃいかが違うで時と時は、えー、そういう場合なのかその瞬間なのか推定とみなすは、えー、そのような、えー、覆すことができるのか覆す余地がないのかということで、えー、条文の書き方が全然違うということになっていますでは、ちょっと先に、えー、と条文の構造ということで、えー、3ページありますがこれは、ね、ざっくりやります基本的には最初の えっと事例問題を練習する中でやったんだけど基本要件効果でできてます。いいねあのこれはまずある要件が満たされるとある要件が満たされると、えー、法的効果が生じるというのがもうこの条文の構造つまりこうなればこうなるというふうになってます。 さっきのお金の、ね、賃貸借ごめんなさい、えー、消費貸借契約であったりとか時効もそうでしたが、えー、例えば民法94条というのはこれは一応じ1回目の民法の講義でやる、えー、内容なのでここで先出しでやっちゃうんだけれども、えー、94条1項、相手方としてした虚偽の意思表示は無効とすると書いてあります。でこれについてはですね えーまあ、例としてよく言われるのが相手方としてした虚偽の意思表示ですよね。でこれ見ると要件3つあるの分かる相手方と通じてした虚偽の意思表示ですね。まあ、例としてはお互いに A さんと B さんで売る気も買う気もないと。 お互いに A さんと B さんとの間で売るつもりも買うつもりもないのに A さんが売りますってうそを言って B さんも買いますって言ってまあ虚偽の意思表示をしたでこの時には売買契約は成立しないってことつまりお互いにまあ通知でしたっていうのはねえちょっと難しいところですけども一般的に通報て言われていてお互いに示し合わせて嘘の意思表示をした場合にはってこと3つの要素になってるねでこの場合には要件が揃った場合 効効効果果ととととして無いいううが生じると、まあ、いうことですねだから、民法も限らず法律の勉強でというのか要件が揃えば効果が発生するのを繰り返しなのでそうするとその理解をまず最初にするということになりますすると相手方と通じてした虚偽の意思表示があった場合にはその効果は発生しませんという条文になっていますで大体の場合こういうふうに要件と効果でできています とい,うことね、でいくつかまあ下の方にバッ、えー、書きましたあのいくつか並べましたけれども、まあ、民法の条文や刑法の条文並べたんだけれども,、まあ、も条文を読むにあたってはこの要件と効果っていうふうふにちゃんと分析をしてあ、えー、げると、えー、いうことを意識する、えー、必要がありますじゃあ、条文の読み方というところはまず、ねあのー、一通りやったとして問題になるのは、はい、次の5ページなんですね。えー さっっき言ったけど論理的には条文というのは完璧にできていますさっきの及びとかならびにとかまたはとかもしくはみたいに論理的にどういうふうな構造をとっているのかということについてはえ条文というのはあのきちんとまあね一義的になるようになっていますただその一方で条文というか法律のねよくできているところはあえて曖昧にしてるんです内容はつまりそのまたはとかもしくはみたいな論理構造はしっかりしてるんだけれどもえあえて まあ解釈の余地があるようにぼや,ぼやけて書くことがあるでこれはなぜかというとあ,のあえて曖昧にやってるんです、内容として、の内容ねでどうしてかというと民法ってね近年改正されましたでも改正されたんだけれどももともとはこの民法っていうのはいつ作られたかって言ったらもう明治の時代の話なんですよね、100年近く民法ってずーっと生きているわけですよね。 でまあ、憲法もそうだ日本国憲法は戦後になってできたわけだけれども,もう戦後になってから今まで一回も改正されることなくずっと憲法って生きてるわけですよそうするともう何十年、まあ、場合でよ100年単位で法律が生きてるというのはどうしてかというとあえてこういうふうに曖昧に表現して、まあ、時代の変遷に耐えられるようにしてるんですよねだからまださあの携帯とかスマホとかパソコンとかがない時代の民法がずっと生きてたわけだよねだってその頃に至っては多分自動車なんていう概念もなかったと思うんだよね だけれどもその何もなかったその時代の民法っていうのがずっとの伸びているのはどういうことかというとやっぱり条文はあえてそのように解釈ができるようにされているんですなのでえ、解釈を加えるということえそれによって、まあ、あの条文を適切に適用していくということが必要になるじゃあね、ねちょっとこれは練習にしますけれども練習がてらになるんですがこ,この 枠組みですね、えー、この橋、馬車は通るべからず、まあ、これは縦札があったとします、えー、馬車は通っちゃいけませんという立て札があったときに、えー、じゃあ、そこに自動車を通ろうとしている場合自動車を通していいかということですねでもちろん車を運転する人は通りたいわけです車を運転する人は通りたいでもし、橋の所有者は通り通したくない。 という場合にじゃあ何が問題になるかというとこの,馬この橋馬車は通るべからずという縦札自体をストレートに読めば自動車は通っていいんですよ。いいですよね。で、まずこのように文章をそのまま読んだ場合を分離解釈って言います別にあの解釈論として覚える必要はないですがまずストレートに分離解釈をした時に えー、こ,のこの橋馬車は通るべからずって言葉だけは馬車が通れないって話だから、まあ、自動車が通行できるっていうのがストレートな意味になりますただ、この立て札が100年前の立て札だったとしようか100年前の立て札だったとしたらその分離解釈だけでは一義的に決めることって妥当じゃないよねいいですねで特に、まあ、仮にですね、まあ、分離解釈をすればこの,この馬 えー、この橋馬車は通るべからずということになるから、えー、分離解釈によれば自動車の通行は OK なはずなんですよですよね、まあ、分離解釈によればただ、このようにあの自動車というものがそ存在しない時代の立て札ってなってしまうと、えー、分離解釈だけでは妥当ではないということになります、えー、特にこれは橋を通したくないオーナーがいるとするよね。 オーナーからすれば馬車以外が全部通るってなるとこの立て札意味ないよね現在現代社会において自転車だって自動車だって何でも通れることになる馬車だけ通れないになっちゃうじゃあこの時に解釈とは何かというとこの立て札がどのようにどういう背景で作られたのか。 つまり法律でいうと条文の趣旨と呼ばれるんだけどどうしてこの法律ができたのかえその条文が作られた理由とか制度趣旨を考慮して趣旨に沿うように解釈をするということによってこの立て札というものを現代でもえ生かすわけですじゃあ、ちょっと1つ例を出しますね通りたい側からすれば、まあ、自動車だから通れるよねとうう考えますよね。 でじゃあ通したくない側からするとどういうふうに考えるかこの立て札はいい、えー、その橋の上に,要するに重たい乗り物が通行することによって橋の崩落を防ぐために作られた立て札なんだといいよ、ねえー、つまり重さによって橋が重みに耐えきれずに橋が崩落してしまうようなそういう危険な乗り物を通さないために作られたものなんだととすれば自動車はそのような乗り物でしょ ならばこの馬車は通るべからずという趣旨がこの自動車にも当てはまるだろうとならば馬車は通れませんというふうに解するわけですでちなみにこれというのは、ね、あの今日やりますけれどもあの累推解釈と言いますつまりこの条文では馬車と言っているけれどもその累推の、まあ、言ってみれば条文の趣旨を考えれば橋が崩落する重い乗り物をあの禁止する趣旨だ。 そうすると馬車と自動車というのはそもそも同じものではないけれども条文の趣旨が当てはまるからその馬車ではない自動車にも同じ結論を導いていいだろうといううにするんですでこれを類推解釈と言いますつまり趣旨が当てはまる場合ね。つまり類推解釈によればこの縦札の趣旨というものはまあ一つの例ですよ。落の。 危険ある乗り物の通行を禁止するという趣旨なんだと、えー、つまり橋の崩落の危険性のある乗り物の通行を禁止する趣旨だとすれば自動車にも でこれをね、類推、うん、さちょっと類推の基礎っていいます。類、えー、推の基礎があるとされています。で、結局、じゃあ、自動車にも趣旨が当てはまるというところから、類、えーまあ、推適用によって、によって、 自動車の通行ができないといとう,うに考えるわけですつまり類推解釈というのはその趣旨に当てはめてでその趣旨に適合するように結論を出すとそうするとこの、えー、と馬車は通るべからずっていうこの100年前の縦札も現代で生きるわけだよ、ね、でこのように解釈であの法律っていうのは結構長生きすることになってで法律の解釈論っていうのはそういうのを積み重ねを勉強するっていう、えー、ところの側面もあるわけ。 じゃあさ通りたい側はこの縦札の趣旨を別に読み取るんですいいかな通りたい側はいやいやこの縦札は違うと橋が崩落する危険があるから縦札をやるのではなくて仮に一つの例ねこのオーナーは馬が嫌いだったんだとわかるこのオーナーは馬が嫌いだったんだだから馬車を通したくないという目的で立てたんだよと だから馬車以外のものは取ってもいいんだ、まあ、特にですねあと他にも考えられるこの建物このて札というのは、まあ、昔の100年ぐらい前だと,あ,のちょっとはあまり綺麗な話じゃないけれども馬車を通さない理由って2つなんですよ1つはあの、まあ、重たくて橋が壊れちゃうというのもあるんだけどもう1つは、ね、舗装されてない時代とかだとやっぱりあの生き物でしょ、馬って。 だから衛生上良くないんですよね、糞とかがばーっと散らかっちゃうってなってくると公衆衛生上良くない、だからこの立て札を立てた理由は馬が通行するとか生き物が通行することを防いでいるものなんだと解釈すれば自動車はそれじゃないでしょということで通ることもできるつまり、これをね反対解釈と言います、要はこの,あこの橋馬車は通るべからずは馬車を通したくないという趣旨なんだと。 いうね。つまり、馬車のみを通さない趣旨なんだと。ということは、馬車ではない自動車は ＯＫ だというふうになる。つまり反対解釈って呼ばれるものでこのように。 あの分離解釈では成り立たないようなものもう馬車通るべからずと立て札自体が現代社会ではもはやあの意味をなしてないだから分離解釈をするとやっぱり不都合なんだよねこの立て札はえ分離解釈をするとこの立て札は不都合なんですよだからこのような分離解釈においてまあ上の方に書いてあるけどこう一義的に決せられなかったりとかねえ分離解釈で一義的に決まらなかったり不都合が生じる場合に行うのがこの目的論的解釈 ということになるわけですねでこの目的論的解釈って難しいこと言ってるけどシンプルに条文の趣旨を見てその条文の趣旨で解釈を立てていくというこ,とこれが目的論的解釈そうすると、まあ、これを面白いかどうかって考えるのは <laughs> あれだけれども同じ条文でも読み方が変われば結論が変わるで当事者は自分の法的効果 ですね、自分の求める法的効果に沿った解釈をするっていうことはあるわけだよねつまり橋を通りたい,あごめんなさいこれ目的論的解釈って書いてますちょっと見づらいかな目的ですね、えー、目的論的解釈って言ってますだから通りたい人自動車を通したい人は反対解釈をするわけだよもうこれ自動車のみを通したくないわけあこれ馬車だけが通れないから、えー、反対解釈すれば馬車ではない自動車が通れるっていう解釈をするでだからその時にはこの趣旨をそのさっき言った通り馬車 このオーナーは馬が嫌いだったんだみたいな解釈をするの。趣旨はね。このオーナーは馬が嫌いだから馬だけを通したくないっていう立て札なんだだから馬じゃない自動車は通れるってする。で、類推解釈をする側はいやいやそうじゃないとこの法律の趣旨、立て札の趣旨は橋の崩落を防ぐためのものだ橋の崩落を防ぐためのものだから、えー、結局は自動車だってそれ当てはまるんだから自動車も通るなよってことになるっていうふうに解釈がぶつかるわけでじゃあ、いずれが正しい解釈かって言ったらそんなもんないんですどっちだって解釈としてあり得るわけ。 だからそこがぶつかった時に、まあ、やっぱり裁判所、ですね最高裁の判例などが趣旨とかはちゃんと適切な判断をするということになりますので、まあまあ、いずれの正しい解釈かというものについてはあのどっちが正しいのかというのは当然、立場が変われば、えー、取るべき解釈は変わってくるでで客観的にじゃあどう事件解決するかといったらこういうふうなのが争われてこれが裁判所に持ち込まれると、えー、じゃあこの立て札を作った人はこういう趣旨で作ったんだよねとうう裁判所が判断します。 いずれが正しいかというかいずれなのかということは裁判所が判断するわけだけれども当事者としてはまあいずれの解釈も立ちうるということになるよね。でじゃあ,累推あとはおまけになりますけど類推解釈をしたら必ずじゃあ自動車含まれるかといったらまあそんなことはないわけですね先ほどの例でいうと公害とかあのまあ環境とかにとってよくないという趣旨だった場合ね 例えば橋の崩落だったら自動車入ると思うんだよね。橋の崩落を防ぐという目的だったら自動車は含まれると思うんだけどさっきちょろっと言った話で例えば、踏んであったりとかあとは排気ガスの公害であったりとかその橋をね往来する乗り物のせいで一般的な公衆衛生とか環境が損ねるんだっていう趣旨でそういう環境を損なうような乗り物はダメなんだっていう趣旨だったらどうなるかというと自動車はまあ 含まれるか含まれないかは微妙になってくるよね。いいですよね。だって自動車ってのはあれでしょ。まあ言ってみれば粉による被害っての連動か。粉による被害って考えれば自動車入らなくなるよね。 いいよね、この立法趣旨として、えー、崩落の危険のある乗り物を通行防止するではなくてさっき言った、まあ、馬とか牛とか、まあ、今回馬車だから馬だけど、ね、馬が要するに往来することによって生じるふん、まあ、による害といったような公衆衛生上の害を避けるために馬を通さないんだよという趣旨ならば、えー、自動車にはその趣旨当てはまらないよね。 となってくると、類推適用ができず自動車は通れるということになる、まあ、言ってみれば、ね、この立法趣旨とか制度趣旨が変われば類推の基礎は変わってくるということになりますいいです,、ねえー、ですので、まず前半ここら辺までにして少し後半もちょっと条文の話を少し続けて今度は判例の読み方、えー、等に入っていくことになりますがまずはあのまず条文が出発点です。 ですから正しく論理的にまず読めるように3ページに書かれているような読み,や読み方ですね共通的なルールを押さえていくこととそれからあとは要件効果です要件を満たすと法律効果が生じるというのが条文の構造になっているじゃあこの要件が満たすかどうかということについて一義的に決まればそれでもいいわけで 一義的に決まればそれではいいんだけれども解釈の必要性がある場合には解釈を加えていくその解釈方法としてまず分離解釈ができればそれに越したことはないわけですね。分離解釈ができればそれに越したことはないけれども分離解釈をすると妥当性を欠くような場合とか分離解釈では一義的に決まらない場合には制度趣旨とか立法趣旨を使って類推解釈などの目的論的解釈ものを使って解釈していくと。 まあいうののがこの法,律の読み方法律の解釈法ということになりますでもちろん、これ一発目で、ね、全部できるようになるというものではなくて、えー、まあ入門講座、ですね学習を進めていく中でこういうことをどんどん使っていきます、で使っていく中でこういう,ふうなものがだんだん習得できるというイメージだと思いますからまずはこれを覚えるというよりは、ね、こういう,ふうなことがスラスラできるようになっていくと。 なんか法律の問題とかが解けるようになるんだろうなというねそのイメージを持ってもらうためにやっていると思っていただければと思います、はい、では、ですね一旦ここで休憩を挟みまして後半は、少しこの類推適用ですね類推適用とか類推解釈については第1回で民法の1回目で本格的にやる内容になるのでそこのところちょっと先出しですね先取りの形で勉強してから引き続て判例学習について。先ほどのの事例の まあ2ページの事例については、一定程度の解決も見せていくように進めていくということになります。はい、じゃあ、それでは一旦、ここで休憩を挟んで、後半その続きから再開することにいたします。じゃ、あここで一旦休憩いたします。 それではですね引き続き原体構造編の後半の内容ということになりますが先ほどあの類推解釈ですね類推解釈類推適用という形でやりましたが、えー、と民法の1回目の講義で早くも、ね、類推適用の場面が出てくるので少し類推適用というのを具体的に練習してみようと思っています、えー、とレジュメの方ですとまず4ページの方で先ほど虚偽表示というのを勉強しました虚偽表示ってどういうものかというと94条1項で相手方と通じて 虚偽の意思表示は、えー、無効とすると、えー、されてますから、えー、相手方でお互いに通報した場合には、えー、その意思表示は無効となりますで、これについては2項があるんですね、で2項でどういう規定があるかというと全、えー、項の規定による虚偽の意思表示つまりこの第1項,の、ねえー、この第1項で、えー、決められている虚偽の意思表示は善意、えー、の第三者に対抗することができないって規定されていですね。ねねで、えー、法律初めて勉強する人は、ね えなんじゃこれとえ日本語としてこれはどういう意味なんだということになると思いますがまずここはね知識としてえまずね押さえておくとあの日常語法と違うのはまずこの善意という言葉なんですねえ善意っていう言葉はあの日常的にはいいか悪いかまあ善意悪意っていうといいか悪いかっていう意味でね使うことがまあ,あ,るあるんだけれどもあの法律の世界では善意と悪意っていうのはまあ 細かい話するときりがなくなっちゃうんだけどまず最初のコンタクトとしては知ってるか知らないかっていうのを善悪言って言いますえつまり日常的な善悪ではなくて知らないことが善意知ってることが悪意ということになりますですのでこの善意の第三者の善意というのは知らないことを指しますえなので まあ善意の第三者というのはその通報虚偽表示を知らない第三者というふうに読み,読みますでちなみにこの第三者というのはその、えーまあ、例としてはこんな例ですがね具体的に書くと、まあ、A さんと B さんとの間でお互いに通報したと、まあ、94条1項で書きましたけれどもお互いに売るつもりもないし買うつもりもないのに、まあまあ、言ってみればこういう感じで、えー、通報していた。 A さんがまあ所有者で、まあ、A さんが持っているパソコンを、まあ、売,る売ります、買いますとううお互いに、えー、そんなつもりがないのにやっていてでそれでなんかパソコンが B のもとにあるみたいな、まあ、こういうい場合です、えー、例えばパソコン A さんの所有しているパソコンを、えー、お,互いあのお互いに売る気もないのにも買う気もないのに、えー、通報して売ります、買いますやった場合には無効ですとだから仮にここにパソコンが、ね、B さんの元に置いてあったとしても、えーまあ、これは所有者は A のままなんですよね。効力が生じないから で今日、講義で、えー、やりますけど、えーっとね、契約というのは2つの、えー、効果があるんです1つは、今日最初の方にあった、ね、債権の発生原因です、えー、つまり契約でお互いに合意が生じるとその合意内容に応じてお互いに債権、債務という形で義務が生じるんです契約の約束したからには約束を守れという、ね、そういういお互い請求権が、えー、発生しますでそれともう1つは物に対する権利が移転する。 という効果も生じるんです。これはまた、あの、説明します。あの、物件の移転原因と言われていて、本来は契約が成立すると所有権も移ります。 えまあ仮に例としてはパン屋さん行ってパンくださいって言ってでこのパン100円でくださいって言って売り主が分かったこのパン100円で売りますよってに合意がなされるとどうなるかというとまず債権という観点からするとえ買い主は100円払わなきゃいけないし売り主はパンを引き渡さなきゃいけないというえ発生がし債権が発生しますでそれと同時に所有権のようなこれは物に対する権利を所有権とか物権っていうんですねえ物に対する支配権は契約が成立すると動くんです本当はなんで有効な契約なら B が所有者になりますですがえ、本件では通報した虚偽の意思表示になるから無効なので契約は成立しませんということは所有権の移転もなく A が所有者ということになるじゃあ、この状況で何も知らない C さんがこんにちはと現れた何も知らない C さんがこんにちはと現れたで、えー、なんかパソコン持ってるね、B さんねパソコン持ってるからあそのパソコン B さんのものだって思うわね持ってるからだから、じゃあ売ってくださいと言って B さんが C さんに売っちゃったと。 いう場合にじゃあ C さんは所有権を得られるかというと基本得られないはずなんですなぜかといったら、えー、A と B との間の通報虚偽表示は無効ですよね、えー、通報虚偽表示は無効だから所有者は A のままなんですなので、えー、結局 C は権利のない人から契約を結んだだけということになりますから無権限なんですよね B はね、えー、ということは無権利者から買い受けることができませんので本当は C はパソコンの所有権は得られませんただだそれだと C にとってとてもかわいそうな話ですよね、えー、B が所有者だってことを信じて取引に入ったのに、えー、そのような、C、B, B から取引関係に入ったのに所有権を得られないってことになると、それこそ、まあ、これからよく出てくる言葉なんだけれども、民法の中では取引の安全ってやっぱものすごく重視されるんですよ、えー、これでもし所有権を変えないんだったら C さんは怖くて売買契約ができませんよね、ですので、まあ、このような場合には94条2項で、善、え、意、ー、の第三者に対抗することはできないっていう規定があるんですよ。 でこの対抗とは何かっていうと、これも日常語法と違うんです。日常語法だと対抗するっていうのは、まあ言ってみればあの戦うイメージですよね。えー、なんかしならけ戦うとかな対立するイメージだけれども、あの法律の世界で対抗するっていうのは権利を主張することとか効果を主張することを対抗するって言います。なのであのよく対抗関係とか日常ああ対抗関係とか法律の中で出てくるけれども、それは何か争ってるという意味ではなくて権利とか。 法的効果を主張でできなないって意味なんですつまり本件ではどういう意味かっていうと A は C に対して無効を主張できないっていうことです、えー、つまり本件でいうと、えー、どういうことかっていうと上の句を書きますけれども C に対して 94条1項の無効を C に対して主張できないということになるそうすると C からしてみれば A, A に対して、まあ、パソコンは俺のもんだって言うんだけど A はいやいやこれ嘘だよって話をしたいんだけどその嘘だって言えないんですよいいよね無効主張することができないということは結果的にこの AB 間の売買は C との関係では有効だと扱われるんですとすると結果的にどうなるかというと C が所有権を得るとまあいうことですね従って C がこれ1回目の講義でもやりますから 確定的に所有権を取得するというこういうふうなのが94条2項なんですねで一応触れておくとですねこの C は94条2項の第三者に当たる場合には第三者に当たる場合には C が所有権得られると、まあ、いうことですでこれがね94条2項という条文なんですねで ちょっとこれは、ね、あの問題文確認すると、まあ、もう一度言います1行で通報虚偽表示は無効なんだけれども、えー、そこからその通報虚偽表示のことを知らない第三者が入ってくれば、えー、そのような場合には、まあ、所有権員、えー、の第三者が現れた場合にはこの通報虚偽表示が無効であることを A は C に言えなくなります、えーまあ、嘘だよみたいなことを言えないわけです。ということは結局有効な売買があったのと同じように扱われる結果 C が確定的に所有権を得る。 まあ、A, A と C だったら C が保護されるってことになります、でこれはあの民法でよくある話でお互いに所有権を主張する側なんですよね、A は要するに通報虚偽表示だから無効だよだから私が所有するとで、C からしても、いやいや私 B から買ったから所有者だよっていう、でこの調整原理がこれなんですよねで、じゃあ実際にこの94条2項というのは、どういうふうな具体的場面で使われるかというと、そもそもこんなことあるの <laughs> あのなんか売るつもりも買うつもりもないのにお互い売ったこと買ったことにするなんてことがそもそもあるのかというと実は、えーっとね、5ページの事例1にある通りなないいわけじゃないんですよあの自分のものって持ってると差し押さえられちゃったりする。 まあ、例えば借金してるとかね、えー、場合にお金を債権者から借りてるってことになると、借金まみれだったりすると、価値のある財産って差し押さえられちゃうことがあるの、だからそのために、えー、とりあえずあなたの名義にしちゃおうみたいな形で、名義だけ人を動かすなんてことがある、なのでこの事例1なんかは、A は債権者からの差し押さえを免れるため、友人である B と示し合わせて、A 所有のパソコン、えー、本件パソコンを B に売ったことにして、B に引き渡したで、引き渡しを受けた B が事情を知らない C に、本件パソコンを 売却して C に引き渡したという場合でこの時は94条2項が直接適用できていますいいですねでこれは94条2項の、えー、直接適用の場面もう一度見ましょうか通報虚偽表示がまずあるよねいいかな示し合わせて虚偽の意思表示、まあ、示し合わせた上で売ったことにしてとていうことですね。 ということは94条1項の通報虚偽の意思表示全部揃ってますねでそしてさらに事情を知らない C ということですから善意の第三者がいるということになるのでそうするとこのあたりが94条1項の適用ができるでさらにここが事情を知らない B がいるから94条二項ということでこれはあのこの条文94条1項と94条2項を、えー、端的に、えー、当てはめればいいわけですよね、えー、つまり A と B との間では えー、お互い示し合わせて売るつもりもないのに売ったことにするという意思表示をお互いしているから本来無効なんです、えー、無効なんだけれども事情を知らない善意の第三者 C が現れたからその無効を C に主張できない結果として C が所有権を得るという感じのことを、まあ、論文でってでもその思考過程を書けばいいだけです条文の適用過程を書いていくじゃあこれはまあいいとしてじゃあ事例2はどうでしょう 事例にも同じような問題ではあるんですが A は税金対策のため自己所有の土地の登記名義を無断で息子の B 名義にしていた、まあ、よくある話の2つ目なんですよあの、ね、土地って持っていると税金かかるんですよ固定資産税とか。なので A がです、ねまあ、自分の土地を持ってたんだけどこれ所有者ね A が所有者として土地を持ってたんだけれども、まあまあ、登記っていう形で。 まあこれはあの今日の講義の中でもまた出てきますがえ勝手に登記の名義を息子の B にしていたとまあ大体、登記名義があるとまあ税務署はそれに目をつけてそれ,それ,それを見てああ B, B のものだということで B に課税するのでそうすると本当は所有者は A なんだけれどもまあ税金対策のために勝手に B の名義の所有権の登記をつけてたまあ名義だけ B いた土地の名義だけ B にしたというイメージ勝手に。ねそしたら B はお俺,のもの俺の名義になってると 俺の名義になっていることに気づいてこれを記下として事情を知らない C に売っちゃって登記を備えたという場面です、はいで。この場面見ていただけるとなんとなく先ほどの事例1と非常に似ているわけですねで問題の所在としてはおそらく C が所有権を得られるかですよね突き詰めて言えば。 いいね、A が所有権を得られるかという問題にはなりますで先ほどの94条,項あ94条2項の事例1と極めて似てる結論にしたいところですよねただ本件で問題になるのは94条使えますかということなんです94条をそのまま文言に当てはめてみると94条1項は相手方と通じてした虚偽の意思表示が必要ですよねで本件は はいえー、無断で息子の B 名義にしていたってことは通報がないんだよね、通貌がないんですでさらに、ここはちょっとあれれかもしれない難しい話すると意思表示っていうのは何かというと1回目の講義でやるんだけどある法律行為に向けられたあ,ごめんある法律公開へと向けられた外部への表示とされているんですよ、だ売ります、買いますが典型。 要するにある法律行為つまり契約の成立であったりとかに向けられた意思、えー、の外部への表示が意思表示というんです。登記ってそれ違うよね単なるあれでしょ行政上の手続きでしょ。ということは登記って意思表示じゃないよね登記いい、ね、があるということは、えー。ということはこれ通報がないのが決定的だけれどもこれって94条1項の 直接適用できないんですよなので、まあ、94条1項ないし2項だね94条の1項も2項も直接適用ができない場面になっているでもこのえ事例2の場合ではやはりさ似てるんだよね A と C の利害対立じゃん A と C の利益が思いっきり対立してるところでしょ A が所有者なのか C が所有者なのかという利益対立があってでかつ取引の安全の観点から登記を信じた C を保護すべきじゃんいいよねを信じまあ実際には所有権はあの A だよ勝手に登記名義を移しているだけだから勝手に登記名義を移しているだけだから所有者は A なんだから本来所有権は得られるないんですよ C はえですがまあこれはねあの問題演習の中でもやっていくけれども登記を信じたからといってあの所有権は A なんで あの別に C が登、ね、記を移したからというと所有権を得られるわけではないんです。なので、まあ、これをね後々勉強すぎて登記に更新力はないって言ったりするんだけど、えーまあ、要するに A が所有者であって C は権利関係を得られないんだけどただ、やっぱりこれ取引安全の観点からはやっぱり信じた C を保護すべきだという要請が働くじゃんじゃその時どうするかというと94条2項の直接適用はできなくても趣旨が当てはまるならば同じ結論を導いていいだろうということを考えるわけ。 じゃあ94条2項ってこれどういう趣旨なのかえさっきあったけれどもなんか取引の安全みたいなことをやったけれどもこれは1回目の講義でやりますが民法ではあの本当によく出てくるものであの権利外観法律と呼ばれていねえー権利外観法律と呼ばれていてまあ本人に落ち度があってこれ,これ本人というのは A さんね A に落ち度があって虚偽の外観があってそして第三者が信頼するのであれば その3つの要件を満たした場合には要するに A に落ち度があって虚偽の外観が作られたまさ、あ、まに94条2項ってそういう場面でしょいいよねあの A が通報してるぐらいだから通報して虚偽の意思表示をするような本人に落ち度があって虚偽の外観が作られたそして、その結果誰かが信じた第三者が信じたんであればやはり本人の犠牲のもとに信頼通りの権利を認めるべきだという考え方になるわけです。 いいよね、でもしこ,れがこの趣旨が当てはまるのであれば同じような結論を導いていいんじゃないかというのがえこの累推適用の考え方なので1回目の講義でがっつりやるんだけどこれ,これまず問題解く時にはまず直接適用できないことをまず書くんです直接適用できないんです94条2項の要件満たさないからで直接適用できないけれども94条2項の趣旨はこれだって示すわけ、えー、本人の規制規制虚偽の外観第三者の信頼があればやっぱり A よりも C を保護するべきでしょと まあいう、えー、これが趣旨になる。じゃあ、今回の事例2において、類推の趣旨、ごめんなさい、類推の基礎があるかどうかを見る。えー、つまりこれだったら、どうですかね、虚偽の外観はありますかね。まあありますよね。まあ B 名義の登記っていうのは虚偽の外観ですよね。じゃあ、本人 A に奇跡性があるか。 まあ、奇跡性って落ち度のことです、えー、A に落ち度があるかっていうと、はい、勝手に陶器移すんだから落ち度の塊みたいなのがあるんですよ、ね。もう A が勝手に、ね、陶器人のところ移してんだから A の落ち度がもうめちゃくちゃでかいわね。じゃあ第三者は普通に陶器信じたんでしょということは94条2項の直接適用の場面じゃなくとも A に落ち度があって虚偽の外観が作られて C が信じたってことであればこれは結局94条2項の趣旨が当てはまる場面じゃないですか。 ということは、その94条二項が適用されたのと同じような結論を導いていいだろうというのが類推適用なんですだから、実はこの橋の話とやってること変わらないわけね、要は直接だったら分離解釈というか直接だったら自動車は通れる、ごめんなさい、この縦,縦札の例でいうと、縦札通り読んだら、縦札通り読んだら自動車通れるよねと。 だけれども、も縦札の趣旨は重たいものを運べい重たいものは走るなっていう趣旨ならば自動車も当てはまるから結局、累推適用で自動車は通れなくなるこれやってること実は同じなんですよつまり分離解釈によったらできちゃうよと直接適用できないというと言ってるんですよ直接適用だったらだめだけど趣旨を鑑みて趣旨が当てはまるんだったら同じ結論を導こうということを法的に行うとこういうふうな話になるということなんですね。なので、まあ まあ面白いっちゃ面白い話で直接適用することはできない、まず直接適用はできない、じゃあなぜ、累積適用を認めるのかといったら結局は94条2項の趣旨が当てはまる場面、累積しし、えー、の基礎があるからと。 いいうふうふに順番でいくなので復習するにあたっては、まあ、1, 1回目の講義の内容とも重複しますが直接適用できないこと趣旨を示すこと趣旨が当てはまることを示すことこの3段階で、まあ、結論を示していくことになるわけねそうするとじゃあ今回じゃあ94条2条の2項の趣旨が当てはまるこれ要するに A の奇跡性十分あるじゃん A の奇跡性あるよねそして B 名義の登記 B 名義の登記、そして C が信頼つまりさっきの言うこの権利外観法理の丸三す全て満たしてるんです、えーまあ、言ってみれば権利外観法理ね、えー、94条2項の趣旨っていうのは、えー、権利外観法理であってこの権利外観法理が え本件でで当ててはまるってことですね、えー、本件において当てはまるということは、まあ、累積適用を認めて C を保護するというね、えー、C に所有権を認めるべきだと、まあ、言い換えれば A は C に所有権を対抗できないと、えー、無効だってことを主張できないわけだね、えー、まあ正確に言うと94条2項が累積される結果、えー、A はそのえ自分の 要するに所有権を対抗することができない結果として C が所有権を得るということになるこうやって条文をまあ読んでいくということになるわけですがじゃあ今日はねせっかくなのでここまでが条文のまあいわゆる解釈論とかの話じゃあ条文でどうにもならないときには判例を見ていくというのをやりましたよねでじゃあちょっと判例とは何かというと一応こういうふうに定義されていますもう条文がないものは最高裁の判例を見る。裁判所が えと裁判ににおいて示した解釈になりますですからこれはあの特に予備試験においては極めて重大な意味を持つあのどうしてかというとあの予備試験においては判例の理解を問われることが非常に多いとされていますでなので判例の正確な理解というものは条文と同じぐらい、えー、予備試験においては重要になりますもちろんねあの条文から出発せいってことは変わらないですよ、えー、条文から出発せいってことは変わらないけれども条文で解決できる問題だったら 論文なかなか作りにくいですので、まあい、条文の中では解決できないものがそういう特別な事例において、ねえー、最高裁が出しているもの,っていのをちゃんと理解するということも条文に並んで重要になりますでちょっと細かい話をするとあのこれは覚えなくてもいいけど裁判例という言い方と判例という言い方がありますで判例といった場合には最高裁が出したもの、まあ、別に覚える必要はないです。えー、最高裁がが出したものが判例 で裁判例といった場合には高等裁とか地裁とか、まあ、いわゆる最高裁以外が出したものが裁判例ということになりますで、えー、一応ね、ね先例として重要な意味を持つのは判例の方です、えー、最高裁の持っている判例ということになりますがただ、これは憲法でも勉強するしもしかすると今まで公民でも勉強したあ今まで、ね、この法律の勉強の前に、えー、なんか日本国憲法みたいなのを勉強したことある人は。あの 裁判所って何のために裁判をやるかというと具体的な事件解決のためだけに行うんですよね、えー、例えば民事だったら民事の紛争、えー、刑事だったら特定の、まあ、被告事件、まあ、そういった事件の解決のために裁判所というのは解決を示すので一般的な結論は示さないんですよつまり裁判所というのは具体的事件の解決のために必要とされる限度での司法判断を下すにすぎませんいいですね、えー、だから 判例というのは重要だよというふうに言ってはいるんだけれども判例は重要だというその一方でそのあくまでも具体的な事件があってその事件でその最高裁は判例として判断を下しているに過ぎないという点は頭の中にバッチリ入れておいてください。 なぜかというとこれがあのおそらく予備試験とかの論文とかと他の一般的な試験との違いに表れていきます予備試験はとにかく事例問題が出ますから事例問題における解決になるわけですよねそうすると似たような事件で判例があった場合それは参考になりますだけれどもその事例が変わればね事案が変われば結論が変わるということは十分あり得るわけですよね だから最高裁の判例をね学習するにあたってはどういう事件でどういう判断を下したかで今回、事例問題で取り組んでいる問題がその判例と同じ結論にしていいのかということまで見ていかなきゃいけないということになるんですで特にこれなんかはね刑法の学習でえちょっとせっかくだからやってみますとねあのこれね判例の射程っていうんですよその判例の判断がどこまで及ぶか。 で多分分からんとい,、ねえー、いうところもあるので今日はせっかくですから1問練習してみます、えー、と刑法でこんなのがあるんです、正当防衛、えー、と正当防衛というのは、こういうふうに、九覚不正の侵害に対して、事故または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しないとされています、でこちらはあの、まあ、刑法の中で学習するけど、簡単に言うと、九覚不正の侵害といったらいきなりもう見知らぬ人がいきなり殴りかかってきたと。 えそれが九覚不正の侵害でそれに対して自分の体を守らなきゃいけないでしょいきなり襲いかかってきたという状況であれば事故の権利まあ当然、身体を守る防衛するためというのはねその守る意思がある自分でそのいきなり殴りかかって人に対して自分の権利を守るその防衛の意思を持ってやむを得ずにした行為これは要するに相当な反撃行為になるんだけど殴りかかってきた人に対してまあシンプルに殴り返すでこれに対してはここも要件で罰しないって方でいこうかですね えーまあ、言ってみればいきなり殴りかかってきた人に対して自分の身を守る目的自分の身を守る意思を持って相当な反撃行為を行った場合には、えー、これは罰しないんだという、まあ、日常的にも正当防衛って言うでしょあれですででこれ罰しないとされていて、まあ、これは刑法で勉強するけど正当防衛っていうのは違法性訴却事由と呼ばれていてあの正当防衛が成立する場合っていうのは本来殴ったら暴行罪なり傷害罪じゃん本当は反撃だとしても。 え本当はは殴ったとしても暴行罪罪なななり障害罪になるはずなんです、まあ、要件は満たしている公正要件に該当する行為でもそのような正当防衛状況において相当な行為としてこの36条1項のような正当防衛が成立する行為はやっぱ違法ではないとされるんですよで違法ではなくて犯罪が成立しないというふうにされています、まあ、一応ここまでが正当防衛というもののまあ前提知識になるんだけどじゃあちょっとだけ事案を変えますえっ、ー、とね相手が殴りかかってきたんだけれども 相手が殴りかかってきた理由がこっちがやった挑発行為によるものだったらどうかつまりどうせ殴ってこねえだろうと思ってバカにしてたとすごく。でまあ、すごいバカにして挑発を繰り返していたらえ急に怒り出して殴りかかってきたでそれに対して反撃をしたという場合に正当防衛が成立するかという問題があるんですよ。 で一般的にはこれ自傷防衛とか自傷侵害と呼ばれるもので本来だったらいきなり殴りかかってくるという急迫不正の侵害に対して正当防衛が成立するんだけどそれに先立ってね相手方の攻撃に先立って相手方に対してまあ暴行なり挑発を加えてでそれで自ら侵害を招いた場合正当防衛が成立するか言ってみれば、まあ、こっちの方にちっちゃく書きますこれは別にあの落書き程度ね A が B に対して、まあ、言ってみれば挑発行為を行ったと。 挑発行為を行ってそして A が B に対して、まあ、攻撃をしてきたでこれに対して反撃をしたで、まあ、これがだから急迫性の侵害なのかどうかですよねで、まあ、実際に挑発行為を行っていてこの B からの攻撃に対して 反撃行為を行った。で、この時に。この反撃行為に。正当防衛が成立しますかというのが一般的に、自傷侵害っていう問題なんです。で、これは刑法で勉強するからね。まあ、自分が招いた侵害っていう問題なんですよ。これが要するに。 これが自傷侵害だったわけです要するに挑発によって自ら招いた、まあ、言ってみれば自業自得みたいな感じになってるわけだよ、ね、で、まあ、今回まあ触れた通りでこの第一挑発がなければねこの挑発行為がなければ挑発行為がなければ特に通常の正当防衛なんだよね殴ってきたやつに対して殴り返したんだけどそれに先行する形で殴ってきたやつに殴り返すのを先行する形でこういう A が よからぬことをやっているとバカにするみたいなことをやっていたで、この場合正当防衛が成立するかというのが自傷侵害という問題で特にえっ、ー、とね論文の勉強とかね法律の勉強をするときに論点の暗記っていうのをやっちゃったりとかすると陥りやすいミスがこれ担当の問題集とかを見るとまあ、自傷侵害って出るわけですで、特にこういうふうに言う反例はこう言って言ってるんですよ防衛者の反撃は 何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状態における行為ではなく正当防衛は成立しないというふうに、えー、判例があるんですでもし判例の勉強をこれで止めちゃうと非常に危険です何、えー、となくこれねあの、えー、予備試験の論文に限らずなんか一問一答とか担当とかを勉強してるととりあえず丸カバツカみたいなのやるでしょでその時に丸カバツカの担当の解説とかこのぐらいしか書いてないケースあるわけですよ でそれを例えばね、あ,あそうなんだって覚えちゃうと、論文ではとんでもないミスします。え一応、まずこれ、判例は確かに言ってます。何らかの、要するに防衛者の反撃っていうのは、えー、何らかの反撃行為に出ることが正当と,できる正,正当とされる状態における行為ではなく、正当防衛は成立しないっていうのは確かに判例は言ってます。じゃただ、じゃこれが、じゃどんな事例でも当てはまるかというと、 ここに書いてある自傷防衛には正当防衛は成立しないということかというと実は違うんですよ。この判例、事実関係と判死があるんです、えーまあ、特殊警棒事件と一応書いてありますが実際にどんな事例だったかというとこういう事例なんです。こうが,、まあ、が被告人です。言、えー、い,い争いになっていた A のまず左頬をバチンって殴ったんですね、最初に。 でまず最初 A の左方バチコーンと殴ってで走って立ち去りましたでは走って立ち去ったところ殴られた A が、まあ、自転車で追いかけてきたわけですわーっとでどのぐらい追いかけたかというと現場から2 6 5メートル先を左折して6 0ル進んだ歩道上つまり1 0 0ルぐらいかな 自転車で100メートルぐらい追いかけ、100メートル弱追いかけて、何したかというと、自転車に乗ったまま、水平に伸ばした右腕で、後方から甲の背中の上部または首付近を強く殴打したと。まあ、書いてあるけど、まあ、 あの、最高裁がラリアットっていうのを説明するとこうなるんですね。えー、最高裁判所がラリアットを説明すると多分こういうことになるんです。要は、水平に伸ばした右腕で、えー、そのまま自転車のとまるラリアットかましたんですよ。映画。で、ラリアットかましたら、これに対してこうが、えー、なんでこんなもん持ってんじゃって話だけど、携帯していた特殊警棒で、A をめった打ちにして障害をわせた。で、この事件において、正当防衛が争われた。つまり、まあ、言ってみればですね、ちょっとま、何か書きますと、 要は、本件の事実関係っていうのは、まあ、こうがいて、A がいて、まあ、ちょっと言葉としては、左頬。左頬を、o、を出した。えっと、まあま、あ左をバチコンで殴ったわけです。で、殴ったら、A が、えっと、まあ、自転車でラリアットしてきたと。自転車でラリアット来てきた。そして、そのラリアットに対して、 特殊警棒を使ってめった打ちにしたという事件なんですね。でこの事件において、えー、この河、えー、の行為については正当防衛が成立しないとは成立しないというのが判例なんですよ。いいかなじゃあ 少しね、これを映したままにしますけれども、えっと、7ページの判例をちょっと読んでみます。えっと、どういうふうに判例は言っているかというと、こうは、まずね、A から攻撃されるに先立ち、A に対して暴行を加えているのであって、A の攻撃は、こうの暴行に触発された直後における近接した場所での一連一体の事態ということができる。まずちょっとこれね、3種映しますが、一つポイントはここです。 直後における近接した場所での一連一体の事態ということができ、公は不正の行為により自ら侵害を招いたものと言えるから A の攻撃が公の,の前期暴行の程度を大きく超えるものではないなどの本件の事実関係のもとにおいては正当防衛にはならんぜと言っているわけです。 いいですね、つまりさっきの特殊警報事件はあのラリアット事件とも言うんだけどこのラリアット事件で判例は本件の事実関係のもとにおいては反撃行為は正当とはないじゃあその時裁判所が重視している事情はどこかというとこれはですね判例の読み方になるんですが大きく分けて3つあるんですよ1つはここ不正行為により自ら侵害を招いたつまり一番最初 A がバチコンってやったのが不正なんですよいいですね 一番最初にバチコンってやが不正なんですそして次2つ目はこれ一連一体であるつまり左頬を殴ったこととラリアットっていうのが、まあ、直後近接した場所での一連一体である、えー、つまり殴られた直後に自転車で 100m を浮かけましてバーンとラリアットしてきたそして3つ目 A の攻撃つまりこれラリアットですね今回の事例ねこの A のラリアットは左頬を殴るという暴行、えー、つまりラリアットは左頬パンチの 程度を大きく超えるものではないという3つのことを踏まえて本件では正当防衛にならんと言っているわけつまりこの3つの要素っていうのをちょっと見ていくとつまり判例が言っていることはまず1つの要素としてまあこれは1にします括弧一1かっが不正な行為で2つ目の要素として1と2が 時間的場所的に一連であるとまあこれは時間的場所的近接性なんて言われるけれどもまあ一連一体の事件であるそしてさらに自転車ラリアットが一応ちょっとごめんなさいねあの少しあの A の方に入っちゃったけど要はこの判例はこのようなものを考慮してるんですよ3つの要素を考慮してるってことです、えー、つまり不正の行為によって自ら侵害を招いたというね、えー、そもそもこの丸かかっこ1って書いたのは考慮要素ね、えー、かっこ1の考慮要素として1が不正な行為であることそして2つ目がえっ、ー、と その直後における近接した場所での一連一体の事態である。つまり、左頬を殴ったことと自転車でのラリアットっていうのがもう一連一体の事態であること。そして、三つ目の要素。えー、二のラリアットが左頬を殴ることを大きく超えるものではないということ。で、これに照らしてんだよね。で、このような事実関係に照らすと、 いいね、本件の事実関係に照らすと、丸 ○3 には正当防衛が成立しないというのが判例なわけさ。というね、いい。で、これがちなみに、あの判例の射程を読む上ですごく重要な判例。ですから、自傷侵害だというこの場合でも、あの正当防衛が成立する場合は十分あり得るということになります。 ではね、まあ、ラリアットの事件ね、えー。このラリアット事件というのは、じゃあ、今回ね、正当防衛成立しないというけど、ちょっと事実を変えてみましょうか。えー、事実を変えてみます。えー、仮に、じゃあね、まあ、第一行為が左頬を殴りました。で、自転車でラリアットかましてきました。それが3日後だったらどうですかという話。 つまり3日後にたまたま A がこうのことを見かけて3日前に殴られたことをふと思い出して悔しくなって3日前の恨みみたいな感じでラリアットをバーンとかましてきたこれだったら正当防衛成立可能性あるよね。いいね判例は一連一体の事態の中でっていうふの一つの考慮層上げてるでしょということはもう3日前とか極端な話1週間前のことを突然思い出したからラリアットをかましてきたのであればさすがにそれはもう自傷侵害とは言えないんだよね。 もはや自傷侵害とは言えず、えー、正当防衛、まあ、これ特殊警報のめった打ちだから、手段は多分まずいと思うんで、あのこの特殊警報のめった打ちっていうのは、さすがによろしくないから殴り返したぐらいにしないといけないと思うけれども、少なくとも判例の射程は及ばないよね、1と2が時間的場所に近接してるから、えー、この3は正当防衛ならないよって言ってるわけだから、これが理格するケースがあるわけ、例えば3日後とかに全く違うところで、えー、A がこう殴りかかってきたのであれば、それに対する反撃は正当防衛なり得る。C あとはね例えばもうちょっと事実変えましょうか左方を殴りました、ねえー、コウが A を左方バンと殴ったでそれに対して自転車で追いかけてきた、その直後に A がコを自転車で追いかけてきたでその時、仮にラリアットじゃなくてチェーンソーとかで襲いかかってきたらどうっていう話つまり左方をパーンと殴ってで A がその後自転車ですっげえ怒って追いかけてきてチェーンソーで切り刻もうっていう勢いで走ってきたんだったらそれに対する正当防衛は成立する可能性はある。 なぜならばこの判例は2が1を大きく超えているものではないということを要素に入れているでしょつまりラリアットは左方を殴ることと比べて大きく超えるものではないからその反撃行為に対しては正当防衛は認めないという考えをとるということは言ってみればさっきの事例を変えれば2が1を大きく超えるものではないというのはあのここの2の方が極端にひどいことになっているとさっきのチェーンソーを持って襲いかかってきたといったような場合であれば 正当防衛にはならないだろうし、あとはもう一個だけ、そしたらこれも事実変えてみたいよね。左頬を殴ったのではなくて、左頬を殴ったのではなくて、普通に肩ポンポンって叩いただけ。で、そしたら A の気が、なんかやったら気にしゃく,しゃくに触ったみたいな気ですね。つまり、こうが A のことを慰めるか何かの目的でトントンって肩叩いて、そしたらなんか A としてはもう、なぜかすげえ尺に触って、ラリアッとかましてきた。っていう場合であれば、1の要素が否定されるよね。 いいかなというふうに、えー、この判例というのは要はこの3つの要素を着目した上で、えー、結論を出している。なので事例と判書をどこまで正確に読むか。 で特に1年コースの場合は,はあの重要な判例は結構徹底的にあの絞ってあいますなので、まあ、その事案と判紙と読み方みたいなのが重要になるものについては特に刑法とか憲法が多くなるけれども、まあ、ここはしっかりと1回目の、えー、全体構造の中でも判例というのは何のためにあってで事例問題を解くに当たってはその判例の射程というものが特に問題になるから事案と判紙をまあ必要な限度で読み込もうとでこれ自分でやるの大変なんです。 やると分かるとかけどあの自分でやったらどこまでがそのこの判例が言っているのかっていうのを読み取れないので抗議の中ではこれはだから条文の解釈と同じくらい抗議で扱います、この判例はどういうことを言っているか例えばこの自傷侵害の判例は結局3つの要素え第一行為が不正であること第一行為と第二行為が時間的場所的に近いことそして第二行為が第一行為を大きく超えるものでないような場合にはその第二行為に対する反撃行為には正当防衛が成立しない場合があるよ成立しないんだよと。 まあいう話だから、さっき言った3つのコール要素がずれれば正当防衛は十分成立するということで特になぜこれをしつこくやっているかというとあの、ね、予備の論文はあえてこういう問題を出してきます要するに事例問題として見た瞬間にちょっと勉強していればあラリアット事件だなってなるんですこういうのってあラリアット事件聞いてるなっていうふうになるんだけれども事案を微妙に変えてきますでさっき言ったみたいに3日後になってたりとか もしくはさっき言ったチェーンソーはさすがにやりすぎだけれども左頬を殴るのに対して金属バットで思いっきり殴りかかってきたとか、まあ、そういうふうにこの判例の射程が及ぶか及ばないかというものを、ね、理解できているかを聞くことがあるので、まあ、その意味ではやっぱり受験生によってはすごく多く差がつきます。 で、これは、あの、論文から勉強していく人にとってはそんな苦労しないんだけど、担当から勉強して論文に移行していく人は、その判例の射程っていうのが意外と、あの、担当では聞かれないんだよね。担当はもう結論聞くでしょこれは丸かこれは罰かって聞いてるから、担当式から論文式っていう形で勉強をスライドしていく中でだと、論文でこの判例の射程が正確に捉えられずに、結論が間違っちゃう。 っていうケースもあるので、一、まあ、年コースの場合には論文から入るからね、あの読むときにはそのあたりのところを意識してください。で、最後に、そうすると、まあ、学説ってことですが、判例がないものはどうするかっていった場合には、もう学者の解釈に委ねることになります。ですので、 特に大学の講義とかになると、まあ、この学説というものがね、あの法学部の講義とかだと中心になったりすることになるけれども、まあ、予備試験の場合には学者さんの説というのは、まあ、最後の最後に出てきます。だから判例がないときにどうするか。もしくは、判例の、ね、結論が妥当じゃないといケースあるのよ。最高裁こうやって言ってっけど、これ明らかにおかしいよねというケース。特に古い判例でよく見られるんですよね。えー、比較的古い判例なんかでは、えー まあ比較的古い判例だとえ判例の結論はこうなっているけれども,もう例えば学説だったらもう10人中9人がこれおかしいと言っているとえいう,ような場合にはまあ判例はこう言っているけれどおかしいよねということのためには学説って一定程度必要になりますただ、それというのはね各科目でそんなに多くないですなので、講義の中では学説について言及しているときはまあ抑えてほしい。 ことになるけれども特に言及してない場合には学説はあまり抑えなくていいですで、まあ、講義の中でやっぱり言うのは、まあ、判例がない場合っていうのはあまり、ね、あのないかもしれないこれですね判例の結論がどうしても妥当じゃないでその判例の結論がおかしいことに、まあ、ほぼ争いがないと、まあ、そういう場合に初めて学説が出てくる、えー、というイメージになりますそうするともうなんか論文の書き方っていうか、ね、イメージは湧いたかな まあ結局こうなるわけ、事例判断の方法としては、まず条文から、あちょっと待ってもも、戻りますけれども、えー、ごめん、7ページにない、7ページにあるけれども、結局こうなるわけですよ、条文とか、まず必要な条文を示して、その要件を指摘する、で条文解釈が必要な場合だったら、その解釈や、判例あとはもしか判例があるものは判例を示すと。 つまり、ちゃんと条文とか要件を指摘した上で、必要に応じて条文の解釈論であったりとか、判例があって、それが重要なものについては、その判例における考え方を示して、そしてそれを具体的な事実に当てはめるわけですよね。さっきのラリアット事件なんかもそうでしたよね。本件ではこうだよねっていうようなことを、実際に当てはめていく。で、当てはめていって、最終的に要件を満たす。もしくは、その、満たすんだったら、法律効果が発生するから、法律効果を示す。っていうことに尽きるわけですね。 ですると、まあ、1ページに戻りますけれども結局はこういう風な学習になるんですあの特に学習の一番最初の初期の段階だと、まあ、条文中心の学,生学習プラス判例の理解でまず条文があって条文の適用が難しい時にはそれに対する判例を使っていくことになるで判例ではなんでそんな判断がしたのか。 という理由付けですねどうしてそのような判断をしたのかということについて、結論だけではなくて、まあ、条文や制度趣旨を踏まえた説明がなされていることが多いですですので、ちゃんとあの理由づけですね、その理由づけについて結論に加えて理由づけも正確に判例を読むこと、それから判例の読み方、そもそも習得するということが非常に有効になります。であとととは、まあ、ここにまあちょっと触れておくと まあ理由付けも正確に理解って書いてますあとは、合わせて判例の射程も判例の射程も意識できるとなお良いでしょうということになります。いいですねまあ、なんでこういう理由判断をしたのかなみたいなね。 いうことも例えば最高裁の判例というのは理由を言わないわけないからね結論だけという判例は、まあ、ほぼないですから、まあ、一定程度、特に重要な判例でなればなるほど裁判所はその理由をちゃんと書くのでその理由をちゃんと踏まえて理解するそして特に事実関係が重要になるものについてはその判例の射程も意識できると良いかなというところですで、まあ、いずれにせよ、ね、条文ですいずれにせよスタートは条文になります。 ということで、まあまあ、実際このように事例問題っていうのを考えていくわけですが、じゃあね、先ほどの2ページの問題の結論をちょっとね、えー、一定程度の示していきたいなと思っています。これはね、判例あるんですわ、えー。時効完成した後に権利を認める、こんな話、ね、前半やりましたけれども、じゃあ結局、時効が完成した後に権利を認めた場合に、えー、時効の更新の効力が生じるのかという話がありましたよね。 でこれ、ね、判例がありまして結局その知識を知っているかどうかになるんです、最後はじゃあ判例ちょっと紹介します9ページですね、えー、9ページにあってですねでまだやってないものもあるのであのこれは分からなくてもとりあえずはあのあ気にしなくてもいいものもありますがまずはあの、ね、下のところでいきます。 これね時効が完成した後に時効が完成しているのを知りながら認めたという場合はこの利益の放棄と言われていますつまり時効完成した後に時効が完成しているのが分かりながら権利を認めている、まあ、債務承認と書いてありますが、まあえー、と債権者の側から見れば権利承認ということになりますね。 でこれはです、ね、条文で、ね、146条にあるんですよ、時効の利益はあらかじめ放棄することはできないといってあの、時効完成後には、放棄でできるんです時効でこれはどういう制度かというとあの、要するにお金借りてる人がさ、時効が完成したからって、返さなくていいっていうのは確かに法律上そうなんだけど、ただ、やっぱりお世話になったからには、時効が完成しても返したいっていう人いるわけですよ。 いいよね、時効が完成したからチャラダなんていうことはやっぱりせっかくお世話になっているんだからそんなことはしたくないという当事者の意思があるので時効というのはこれは、ね、あの講義の中でえ、まあ、扱うけど時効の利益を受けたいというのが遠用とい,いって私、時効を使いますとうう言って初めて時効って効果が確定するんですよで逆に私は時効は使いませんと。 私は時効の効果はいりませんというふうに言う場合には時効の放棄って言われてるんですねでこの放棄した場合にはもう時効の利益を受けられなくなりますいいですねえ時効の利益を受けられなくなりますですので、えーまあ、これについては民法146条で時効の利益の放棄とあって時効の利益を受けないという意思を表示することで,、えー、で時効完成後なら放棄することができますで放棄後は えー、放棄後は、えー、放棄した後は時効の利益を受けないことが確定しますですからもうこの時効の 完成していることだからよく考えたらそうだよね。時効が完成しているのを分かりながら、ちょっと待ってくれとかさ、時,時効が完成していることを分かりながら払ったら、それはもう時効を使わないっていう意思表示に他ならないでしょう。ということになるので、えー、時効の利益を、えー、時効完成後の場合には、もう放棄することはできなくなります。あ、ごめんなさい、ごめん時効,時効完成後は、えー、それは放棄に当たります。ということですね。 えー、時効完成後にわざわざ、えー、時効完成の事実を知りながら、えー、その待ってくれみたいな承認をした場合には、えー、この放棄と評価できるしたがって、えーまあ、時効の利益は得られないただ問題となるのは時効完成したのを知らなかったらどうさっきの事例で言うとえっ、ー、と誰だっけえっ、ー、とねさっきの例で言うとえっ、ー、と Y だっけ Y が頼む,から年頼むから年末まで待ってくれって言った時点で、時効が完成したことを知らずにその発言をしたとすると、それはね、時効利益の放棄とはやっぱり言えないんです。なぜかっていうと、分かってなきゃ放棄できないでしょ。時効が完成していることを知ってれば放棄できるけど、それを知らなかったらそもそも放棄はできないんです。ただ、裁判所はこう、判例はこうやって言ってるのよ。えー、この、まあ、ここの枠の方で書きますけど、えーね 時効完成を知らずに債務の承認をした、まあ、本件のようなもうちょっと待ってくれというのを、えー、時効完成の事実を知らずに行った場合にはまず時効利益の放棄とはならないとしています要するに時効が完成しているのを知らなきゃ放棄できないけれどもただ、あの審議則上時効の援用は許されないというのが判例です。 審議則って何ということですがこれはこの後説明しますこの下に判例が言ってい判例が言ってるのがこれなんですよ、ね、判事なんですが、まあ、ちょっと読みながら、えー、説明していくと、えー、時効の完成後に債務者が債務の承認をすることは時効によって債務が消える主張と相容れない行為である。つまり 相手がさ時効完成後にさ自分が借金していることを認めるってことはその時効の消滅の主張とは相反する行為相いれない行為でしょそうすると相手方としてはも,うもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるつまり相手方信用するよね時効が完成した後にちょっと待ってくれとか時効が完成した後に債権を認めるっていうことであればこの人はもう時効を使わないだろうっていうふうに当然相手方は信頼するわけですよ 仮にね、その、債務承認をする、権利の承認をする側が、時効感染の事実を知らなかったとしても、そのような行為を行えば相手は信頼すると。ということは、その後においては、債務者に時効の援用を認めないと解するのが、審議則に照らし相当であると。まあ、言ってみれば、時効の、えっ、ー、と、法規には当たらないと。えー、放棄法規には当たらないんだけれども、ただ、知らずに、 知らずに権利承認をしたったら、相手方はもう時効を使わないって思うよね、普通は。ならば、相手方の信頼がもう生じている以上は、その後の時効の、え用というものは、審議則上許さない。っていう判例があるんです。そうすると、ま、これは、あの、時効でガッツリやるから、今、初めて、え法律勉強した人は、難しいなぁで大丈夫です。とすると、これ結論としてはね、どうなるかというと、時効完成後の権利承認っていうのは、ま、結局のところ、 えー、y が完成を知っていた場合には、自己利益の放棄に当たると。えっと、146条。自己利益の放棄に当た,、えーえー、たると。で、えー、Y が。 しかを知らなかった場合には、放棄には当たらないよと、審議則上、相手が信用しちゃうからね、審議則というのも相手との信頼を裏切らないみたいな話です、審議則上、事項の、えんよができない。 とということになるんですだからこの辺は知識をちゃんと持ってなきゃできないよねえーまあ実際に時効完成後のえ権利承認ということについてはえ Y がその完成の事実を知ってやったんだったらそれは自効利益の放棄でもう時効は使えなくなりますしえ相手方がえ Y が完成を知らなかったとしてもえそれは知らなかったってことは放棄ではないんだけど X が信用するじゃん あ,あこの人自己主張しないなってことを信用するからその X の信頼ですよね、えー、X のその信頼まあ書いておくと X の信頼を保護する必要がありますもう自己営用しないだろうとまあいうふうに思いますからまあ X の信頼を保護する関係上、えー、必要があると。 ということですね X の信頼を保護する必要があるから、えーまあ、自項延用できない。ということはいずれにせよ、えー、これ、ね、×で、えー、自項の延用ができないと、えー、Y による自項の延用は許されないという結論が出てくると。そうすると本件では Y の, y の主張が認められなかったことになりますよね、えー、Y の主張が認められないということになりますから、X の請求は認められるということを論じればいい、だからそうすると、結局、法律の論文というのは、要するにちゃんとした知識があって、あの答えのあるものということは分かると思います、まあ、本件では、えー、Y による援用ですよね、えー、Y による時効の援用は許されませんということになりますから、結局は時効の主張がブロックされた結果、X の方が勝つと。 まあ、X の請求が認められるという結論になってくるんだろうね。ではね、じゃあこれでまあ結論としては解決に一応なったんだけれどもじゃあこれがね、これちょっと余談ね、えー、とこの事案、民法だったら、まあ、X 勝てるって私は、まあまあ、これ、X、は X の請求認められるということになりそうだ。では これがですねまあちょっと実務基礎の話もちょっとかさか,かまってくるんだけど予備試験の場合には民事訴訟法とか民事実務基礎があるのでまあ触れておくとお金返してくれますかっていう問題ですけどこれさもし仮にえと皆さんがですねえ弁護士でこの法律相談を受けたら返してってていう返してもらえるかっていうのをあの返,せる返してもらえるよっていう風に請求していいか。 返してもらえるよっていうふうに回答していいかっていうと実はねこれ結構怪しいこれはね民事訴訟法の話をするとですねあの要するに民法の世界では確かに理屈上はこれ返還請求できます、えー、理屈上は返還請求できますただこれ裁判になったら返還請求怪しそうだっていうのはわかりますかねこれ裁判の時にどういうことをやるかっていうとお金を返してくれって言った方が まずそもそもも証明しななきゃいけないけんですよお金を貸し返した方が。となると、まずこの問題の怪しい点、1点目、借用書とかあるのかねという点です、まず1つ目は、えーと。借用書がないんだったら、そもそもお金を貸したということが証明できないんですよね。 えーまあ、ここで、ね、口約束で平成12年1月5日に1年間、1年後に返してねって100万貸し付けた、でこの時にもし、借用書が残ってなかったら証明できませんので、相手が争ったら勝てません、であともう一点、厄介なのは、これ、仮に借用書があったとします、いいよね、借用書があったとして、どういうふうな主張になります、お互い、裁判で。例えばこれ裁判所があごめんなさい えっと、借用書があったとします。100万円の契約書があったとします。その時は、じゃあ、原告である X は、その100万円の借用書を証拠に出すよね。で、証拠に出したら Y はどうします裁判の場で、5年経ったよって言いますよね。で、5年経ったよってことは簡単ですよね。だって、暦だからさ。ね、5年経ってるよってことは言えますよね。じゃあ、それに対して X はどう主張します年末まで待ってくれって言われたよって反論するんだよね。いいよね。段階として、これは訴訟だったら。 金貸したっていうことについて契約書がもしあった場合でもうなきゃ一発アウトなんだけど、契約書があった場合には、金返せというふうなことをやりますよね。で、それに対して相手はもう5年経ってるから時効だよって言います。で、それに対しては X は、でもさ平成30年の10月7日に年末まで待ってくれっていうふうに Y は言ったよと。だから権利承認してんじゃねえかって主張すると思うんです。ただ、これ証明できます。この事案見たときに怪しいのは、これ口頭ですよね。 つまり単なる口約束としてやってるんだったらこれ Y がそんなこと言ってないって言われた時点でえおそらくは証明できないよねってことになりそうですなのでこれなんかはもし仮にあの X が勝とうと思った場合には少なくともメールなり LINE なり何でもいいけれども録音でも構いませんけれどもこのやり取りがあったことを証明するだけの立証ができるかどうかが勝負になりますだから通常ははこれはあの 口頭ではなくて内容証明郵便などを送った上で返事も手紙で出せっていうふうにやるんです普通はもしくはまあメールだよねもしくはメールの形で催促をして返事をくださいってそのもう少し待ってくれっていうような形ののったら返事それが少なくとも必要だろうねで今回はこれがないんですよねえ口頭での催促についておそらくその場で懇願してるって状態になってますからえこの主張反論におけるえこの権利の承認に当たる部分ですよね 権利の承認にかかる部分が X は証明ができない可能性が高いですのでえもし、その証明が例えば録音であったりとかメールのやり取りだったり LINE のやり取りであったりとかもしくは郵便でのやり取りそういったもので記録に残っていないんだったら、まあまあ、弁護士としてはどう答えるか理屈上は返してって言えそうだけどねあなたの言っていることが証明できればとえあなたの言っていることが証明できるんだったら勝てるけれども証明できないなら負けちゃうよ。 ということになる可能性が高い。だから、科目によって変わるんだよね、これね。だから、請求が認められるかっていうのを立証っていう世界になってくると、ちょっと話は変わってくる。で、これからね、だから民法っていうのはその意味では実体法なんですよ。要するに、実体的に権利があるかどうかっていう話ですね。でも、それを実現できるかどうかっていうのは、手続き法、民事訴訟の問題になる。で、その民事訴訟においては、さっき言った証明とかそういったものも変わってくる。で、その意味で、 まあ今日ですね、法律の分類って話はちょっとだけ触れとくと、この辺はいいよね、広報と司法っていうのは、こちらについてはまたふ追って話しますけれども、憲法とかは広報なんでね、私人と公権力。今日の1回目でやりましたよね、一番最初ね。私人と公権力に関する、いわゆる調整の法律っていうのが憲法であったり、行政法という広報なんです。これはあの繰り返すけれども、私人と公権力を規律する法律。司法というのは、 私人と私人との間の権利義務だね。私人と私人との間の権利義務を、えー、起立するのが司法。で、実体法と手続法っていうのは、実体法は権利の発生とか変動についてのもの。で、それを実現するのが手続き。だから民法と民事訴訟法の関係です。民法っていうのは民法によって権利が発生するよね。えー、返還請求権、さっきだったら100万円の返還請求権といったような権利というものが民法という実体法で発生するんだけれども、それを実現するための手続きが民事訴訟法。 になりますでこれは刑法も同じです例えば人を殺すことによって何が起こるか殺人罪が成立して国家による刑罰権が発生するんですよいい、ね、さっきのお金返せっていう請求権とやってることは変わらなくて、えー、言ってみれば殺人の構成要件を満たす行為を行ってかつ違法有責だった場合にはその国家による殺人罪の初段、えー、刑の範囲での法定刑の刑罰権が発生するだけどそれを実現するためには何をするかっていうと刑事訴訟法に基づ,づいた手続きが必要になる いいよね場合によっては逮捕して交流して、えー、起訴して、まあまあ、場合によっては逮捕交流とかしないでもいいけれどもみ刑事裁判をかけるってことですよね、えー、刑事裁判にかけてそしてきちっとした手続きで有罪判決を取った上で国家による刑罰権が実現される、うん、ということで、ねまあ、その意味では民法と民事訴訟の関係刑法と刑事訴訟の関係というのは発生した、えー、権利関係 発生した権利関係を実現するという点では、まあ、刑法もそうなんだよ、だからね、国家による刑罰権というものを、えー、刑事訴訟で実現するという関係になります。であとは、ですね、正文法と不文法という分類もありますけれども、正文法というのは実際に、まあ、こういうい、ね、6法とかに書かれている方法あのものです、で不文法というのは慣習法とかね。 あの実際にはあの文章化されていないようなものも一応、方言としてあ、まあ、なくはないとされていますが、まあ、予備の観点からするとそこまで深追いしなくて結構ですなぜかというと予備試験だったら出てくるのは全部成文法だから、えー、憲法、行政法、民法、名称法民事訴訟法刑法,刑法、刑事訴訟法ですから、まあ、全て成文法の学習になりますので、えー、むしろ大切なのは広報と司法とか実態法と手続き法の関係あたりは押さえておくといいかなと思います。 で、ここまでが、えっ、ー、と、今日の、まずこのガイダンスの、あ、ガイダンスでごめんなさい。えっ、ー、と、全体構造編のレジュメで使った内容については大体このあたりになります。で、で、次回の講義からは民法に入りますので、えー、今日少し時間残ったところで何をやるかというと、ちょっと民法の全体像の中でしっかり押さえておくべきことというのを学習していきます。えー、こちら、全体構造編の方ですね、テキストの方で言うと、まあ、民法とはどういう科目かということ、 については32ページにありましてここをしっかりやっておくとスムーズかなというところもありますので民法を全部やるつもりはないです民法を学習する中でこの頭を持っていると次回以降ですね第1回の講義以降が非常に楽になるという内容を扱っていきますもちろん覚える必要は特にありません覚える必要は特になくてその全体像をイメージするという頭でいてくださいで32ページですが一応このようにされています 民法というのはとにかく、ね、司法だってことね、えー、司法ということになりますで,で特に、えー、民法は市民相互の関係を定めるものであって司法であるとでそして、えー、基本的にはこの関係です司法の一般法と言われています、えー、司法の一般法と言われていて司、まあ、人と司人との間の、えー、規律というのが司法ですでこれから勉強する上で知っておいてほしいのが一般法と特別法という言葉 で一般法と特別法とは何かというとあの一般法というのはその全体にわたがって広く規律するもので特別法というのはその、えー、ある特定のジャンルについて特別に規律しているものを特別法と言いますとすると、ね、ちょっと触れておくと民法と商法の関係というのは一般法と特別法の関係に立ちます、えー、つまり広く私人の規律では民,民法でしょでその中で特に商人や商行委 に対して規律がある。承認間の取引について規律というのが商法なんですよ。で、じゃあ民法と商法、どっちが優先されるかというと、商法が優先されます。で、これはやっぱり特別法っていうのは、その、証人とか、えー、例えば会社だったら会社法っていう法律があるわけだけれども、えー、会社法がある場合には、やはりそのために作ったんだから。いいですよね。えー、そのために作ってますから、えー、特別法と一般法の関係に立つようなものは、えー、特別法がまず優先されます。 いいですね、で特別法に規定がない場合民法の適用になるということですね、えー、ですから例えば会社というのを勉強します、えー、商法でその時には会社の行うことについては原則会社法という法律が特別法としてあるんですでで会社法で書かれていることは全部会社法が優先されるだけれども会社法で書かれていないものは民法が適用されるということになるので民法の学習をすると、まあ、基本的には全ての司法の受け皿になっているということです い,い,よね、あのいわゆる商法とか、まあ、ここに借地借家法とか様々、さまざまな司法ってあるわけですね、借地借家法とか商法とか会社法とか、さまざ、あ、まな特別法があってで、特別法があるものは特別法が優先適用されるんだけれども、特別法に規定がないものはすべて民法ってことになりますから、えー、その意味では民法の学習というのが、まあ、法律の学習の、もう本当に、えー、司法の学習の出発点になるということですね、そして、まあ、先ほど触れましたが、民法というのは実体法ですね。 えー、権利義務の発生変更消滅の要件効果を定めたものであって実態法であるということになりますのでまとめると民法とは民事実態法中の一般法ということですねいいですね、えー、つまり民法は、まあ、司法の一般法なんだけど正確に言うと実態法の一般法ってこと,です、ねえー、ということになりますが、まあ、ここは軽くでよろしいです、えー、むしろ大切なのは、えー、この次の、えー、ところになるんですけれども えとね、ちょっと順番はずれます、えーとね、しっかりやっておきたいのが36ページなんです、まあ、36ページなんですこの辺は民法の勉強でちゃんとやるところではありますが大きく分けるとですねあの、まあ、民法で扱うのは詩人,、ね、人の権利を扱うということになりますが あの、大きく分けると、権利というのは物件と債権に分かれます。え、物件と債権に分かれます。で、物件とは何かからいきます。物件は、人が物に対して持つ、えー、支配権です。え、ですから、この例で言うと、パン屋さんがパンを持ってます。いいですね。うん、え、パン屋さんが今パンを持っています。で、えー、そうすると、このパン屋さんは、このパンの所有権を持っているってことになる。で、この所有権というのは物件なんですね。物に対する支配権。 になりますでもし売買契約が成立するとどうなるかというとこの物件が移転するんだよねつまり売買契約が成立した場合ですねこれによって つまり売買契約が成立するとうんどう書こうかな、まあいいかこういう感じですよね、ちょっっと待ってまあいいかえパンとまあ言ってみればこういう関係ですよね、のこのパンの所有権については売買契約が成立することによって A から B に移転するということになります。 で、これがまず物件ですね。物件という考え方です。で、売買契約が成立すると、売買契約の成立とともに、パン屋さんのパンの所有権が、えー、お客さんに移ることになります。所有権がね。で、そうするとですね、今度は、えー、これが物件です。じゃあ、売買契約が成立した場合どうなるかというと、代わりにパン屋さんはお客さんに代金払えって言えることになるわけですよね。これは人の人に対する請求権なんです。で、なおですけど、これ代金債権もあるけど、 お客さんはパン屋さんに引き渡せって言いますね。つまり、パン屋さんがいつまで経ってもパンくれないってことであれば、お客さんはパン屋さんに対して、えパンを引き渡せということができるよね。えお客さんはパン屋さんに対してパンを引き渡せっていうことができて、えパン屋さんはお客さんに対して要は金払えって言うるわけですよね。つまり、これは、契約が成立することによって債権が発生しているってことです。これも同じですね。 売買契約が成立することによって、えー、こういうことですね。 だからまあ日常的にさお互いにパンを買うというただどうしようもない、どうしようもないといないか日常ありふれたことだけど要はその申し込みの承諾の意思の合致があって契約が成立すると物件は移転してでそして債権がお互いに発生するということがこう行われているで民法の勉強というのはこれを分析的に扱うというのがやっぱり考え方として重要になってくるということですですから、この後ちょっとまと,めまとめてチャット書いちゃいますけれども要は契約と効果は何かって簡単です。 そうすると物件の移転原因であって債権の発生原因っていうね物件のの移転原原因因であって債権の発生原因になるでそれをそれぞれ勉強していくわけですがでその上で8 37ページこれがまずすごく重要債権とは人が人に対して請求する権利ということですね。 えと37ページの方をちょっと、ね、えっ、ー、と見ていただければと思いますがじゃあちょっとみ右ページの言っちゃいますねあの要はこれを押さえておいてください債権とは人から人に請求する権利、まあ、パンよこせ金払えみたいな話で請求する人を債権者請求される人を債務者と言いますいいですね、えー、つまり人から人に対する請求権が債権だから債権者から債務者に対して、えー、あの権利を持つと。で物件というのは人から 物に対して生じるものです人が物に対して持つのが物件ということになります。いいですねでここで先ほど言ったことをもう一回書くと結局契約の成立によってどういうことが起こるかというと契約の成立というのは債権の発生原因であると債権の発生原因であって えー、物件のまあ移転原因とかにし二条かなんとちょっと待って変動の方がいいかなあ,あごめんなさい移転の方が分かりやすいねすみません書いちゃってごめんなさい多分最初だから移転の方が見やすいよね売買契約とかをレンドルとね、はいえー、一般的にこういうふうにだから物件と債権に変動が生じるわけです なので何らかの契約が成立したという場合には、まあ、人に対する請求権も生まれるし、物の支配権も移る、特に売買契約なんかね物、えー、の支配権が移るということになるじゃあ、ね、この物件と債権、えーまあ、債権の場合には人から人債権者から債務者に対する請求権ということになって物件は人から物に対する支配権なんだけどこれ、ね、全く違います、性質が。でこのの性質だけはは今日し、ね、しっかり理解しておし物件というのは まあ言ってみるのは非常に強い権利ですあの、ね、直接排他性と言われていて、まあ、ここですね要人直接的に排他的に支配できますで、まあ、言い換えれば物に対する直接排他的支配権ですつまり誰に対してでも言えるっていうイメージつまり、えー、ある不動産を所有している人はどんな人に対してでも私が所有者だと言えるということですねの、えー、のがこの えー、物件というものの特,注特,徴,特徴なんですよで逆に言うと債権はどうその人にしか請求できないよね,いいよねパンを引き渡せ代金払えって言ってるみたいに債権というのは債務者に人しか請求できませんただ物件というのはその物に対する支配権はあの要するに直接的に物を支配的に支配します、えー、直接的配達的に物を支配するから誰にでも言えるんです誰にでも言える非常に強い権利 とということになるで誰にでも言える権利っていうことになるんだけれどもただそれだけ強い権利でしょそのような権利っていうものは外から見えないと困るよね、まあ、考えてみてください不動産だったら不動産を私がこの土地をもう所有してますって言っても本当かよって話じゃんいいですよね、えー、この土地は私のものですよって言った時に本当にその人のものなのかっていうことは外からわからないですよね不動産に名前つけるわけにいかないからなので 物件の特徴なのは工事の原則というのがあるんですでこれは何かというとあのね本来は物件っていうのはそれを持って所有していれば排他性はあるんだけれどもただあの、ね、取引の安全の観点からただ物件持ってるだけではなくて工事が必要とされてるんですよつまり外から見える形になって初めて排他性を得られるでこれはここね あの講義の中でまたやりますからね、物件でですが、今日しっかり理解しておいてください、あの工事の原則といって、物件の配達っというのは、工事が具備されて初めて生じる、え工事って何それが不動産でいう登記なんです、つまり登記を備えないで不動産を買った場合には、私が所有者だということを第三者に言えないんです、つまり、物件というのはそれだけ、まあ、言ってみれば放射線上の権利と言われているわけ、誰にでも言えるから。 これは俺のものだっていうのをありとあらゆる人に言えるっていうまあ非常に強い権利ではあるんだけれどもただその一方でその権利が非常に強力であることに加えて外から見て誰が所有者かっていうことがやっぱりわからないと取引の安全害することになるなのでそれだけ強い権利である以上は所有者はそれに対応する形で外から見えるものを備えないと第三者にはその権利を主張できないというふうに民法はしているんです。 でそれが不動産でいう登記、だから登記をそのままにしているというのは非常に危険なわけですよ、言ってみれば不動産買ったらすぐ登記、登記をしないと他の人に私のものだと言えないわけです、であともう一個、動産だったらこれ引き渡しがなきゃだめです、なので、まあ、例としてはです、ね、本当にあるのかどうか分からんけれども、時計屋さんに行って、時計買いましたで、その時計くださいって言ってお金払いました、でそのままか帰っちゃいました。 でこの時にはその時計私のものですと言えるかというと引き渡しがなければ言えないんです引き渡しを受けて初めて私のものとに他の人に言えるわけだからよく出てくるのはまあどういうふうな場面かというと一点物の時計なんかが二重に売られちゃうというケースがあるわけか時計屋さんに一点物のすごい貴重な時計がありましたで貴重な時計があってでまあそれでまあこの時計を A が買ったとするじゃん A が買ったんだけれどもそのままお店にほったらかし買ってお金を合意はしたよ確かにねえこの時計を買いますという合意をしたんだけどお店にほったらかしにしてて引き渡しをしない間に B がこの時計買っちゃったとしますこの時どうします A は私が先だって言えるかというと言えないんですなぜかというと引き渡しを受けていないのであれば配達性がないので私が所有者だということを言えないわけですでこれは逆にですね A が 引き渡しを受けない間に後出しで B が引き渡しを受けたらどうしますそのお店に行ってあお店にまだこれ残ってるって言って買ってじゃあそれ持って帰るわ、まあ、現実の引き渡しという形で持って帰ったそしたら B は完全な所有権を得ていますよね引き渡しを受けたことによって対抗要件を備えたことになるそうすると B が後出しだとしても排他性を持っているわけだから、えー、たいあの A に対して所有権を主張できるということになる。 ここのようにね、まあ、これちなみに1回目の講義でもやるんですが、まあ、一般的に二重譲渡と言われるものですで二重譲渡というのはお互いにこういうふうに不完全な所有権持ち合ってんのいる本来は排他性を持った完全な所有権っていうものを手に入れればもうそいつがフィックスで勝つんだよだけれどもあの二重譲渡いうのがなされている時には要はあの工事があって初めて排他性を持つでしょ 工事を備えて初めて配達性が持つから言ってみれば半透明な所有権みたいなものなんですよ半透明な所有権が工事を備えると実体化して完璧になるっていうイメージそうするとその A に B に両方に売るってことは半透明な状態の譲渡が不完全な譲渡が行われているで先に工事を備えると一方が実体化するんですよ,よ要するに工事を備えた完璧な所有権になってもう片方がシュッとなくなっちゃうということは二重譲渡があった時にはそれを対抗要件っていうんですね この、えー、登記とか引き渡しというのが言ってみれば公示方法なんだけど、えー、これを対抗要件というふうふに言ったりしますで対抗要件というのは言ってみればさっっき言った権利を主張するというのが対抗だよね今日の94条でやりましたよね、えー、自分のもんだというふうに自分の権利を主張することを対抗と言いますから対抗要件というのは要するに第三者に対して私が所有者だって主張するために必要なものということですそれが、えー、登記であり引き渡しということになるわけ。 でそうするとあとこの2ページぐらいやってからになりますがなので、このように物件と物件の間であるとこういうい二重譲渡、えー、というものが生じることがあります。物、えー、物件と物件とで、二重譲渡のが生じることがありますでこの時には、えー、と X が A に売った X が B に売ったという場合には A も B もお互いにまあ所,有権というあ所有者だということになっちゃうわけですよね。 ただし、いずれも工事方法を備えてない、不動産の登記を備えていないということであれば、どっちもお互いに権利が言えない状態、配達性がない所有権をもちもちになっている。なので、こちらに書いてありますけども、はい、A は登記を具備しない限り B に対しては完全な所有権を主張できない状態になっています。ですから、これはお互いに先に登記を具備した方が優先するということになるわけですね。 まあ、特にこれは1回目だから二重譲渡の場合には先に登記、備えとか勝つよでそれが何でかということを論理的に説明できるといいねあの多分ね、勉強しているとあ対抗関係と言われてて二重譲渡は先に登記ととか勝ちという話なんだけど何でという理論的な部分がそれなんですよね、えー、もともと工事の原則というのが採用されていて、えー、物件については工事を備えて初めて配達性を持つだから二重譲渡になっている場合はお互いに配達性のない お互いに自分のものもだっってて言えなない状態になってるわけ。だから先に備えた方が要するに優先するわけですじゃあね今度は最後にここまでになるわけですがじゃあこれはどうでしょう、えーとね、債権と物件どっちが勝つかっていう話です、えーとね、これは、まあ、具体的な例を今ここで説明すると X が A にこの土地を貸してるとしますこれ不動産ね で、この土地を借りていて、A さんがこの土地を賃借権に基づいて使っているという状況を考えますね。えー、もう一回言いますよ、ね。X が A に対して土地を貸していて、X が A に対して土地を貸していて、で、そしてここで A が、えー、これを賃借権に基づいて、えー、土地を利用している。で、土地を利用している間に、X が、オーナーが B に売っちゃいました。まあ、状況大丈夫かなえー、まあ、A さんは、 X から土地を借りていると X から土地を借りて土地を使ってたわけですで土地を使っている間に X が B に対して土地を売りましたでじゃあ B としてはどうなります土地,土地を買ったはいいんだけれどもなんか変なやつが使ってんぞということになりますよね、えー、X から土地を買ったはいいんだけれども何、えー、か知らないけど A が使ってる出てけって言いたいですよね私は所有者だ出てけって言いたいわけですじゃあ A は私は 土地を借りててるんんだかからら使いたいいた出てきませんっていうわけですよねつまりこれというのは所有権に基づいて A に対してこれ出てけって言えるんですよこれはあの物件で勉強しますから、えー、B としては私は所有者だだからあんた出てけって言いたい A からしてみれば俺は借りてる出てきたくない、まあ、どっちが勝つか、えー、原則としては A が負けますこれはなぜかというと物件の再建の違いはそこに現れるんですよ物件は全方位的なんですよね まあ対抗要件備、ねまあ、を備えている前提ね登記を備えているって前提になりますけれども全方位にあの俺が所有者だって言えるわけだから B は A に対しても所有権に基づく主張は可能だよね所有権の主張は全然できるわけですよでもさ A が持ってるの何ですか賃貸借契約結んでるんでしょ賃貸借契約を結んでる単なる債権なんですよということは A がつ 使えるこの私に使わせろという権限は X にしか使えないんですよ、つまり一方位なんですよ、債権って。いい債権っいうのはもう矢印だから、えー、X, X に対しては言えるけれども、B に対しては当然言えないわけですよ、だから一方的に負けます、原則としては、一方的に負けます、つまり B は私は所有者だ。 ということですね。私は所有者だっていうことを主張することは、えー、できますから、A に対して攻撃はできる。出てけって言える。けれども、A が持っているのは賃貸借という債権で。債権は契約当事者との間でしか主張できないよね。だから本件だったら XA で契約結んでんだったら X には言えるよね。 だけど、Y、あ、B か。えー、X に対しては言えるけど、B に対しては何一つ言えないので、一方的に負けてしまう。というのが結論になります。で、これがですね、売買は賃貸借を破るということです。ここで物件と債権の違いが現れてくる。ということですね。で、ただ、ただ、これ勉強、これからやっていくけれども、そうなったら、地主さんの応募何でもできちゃうよね。いいよね。えー、なので、あの、ち、まあ、言ってみればこれ、賃借人は常に明け渡しを受けるってことになっちゃうわけです。 でそうなってしまうとやっぱりこの不動産の賃借人の保護に、ま、全く欠けるわけだからこの原則は民法で勉強するけれども借地借家法という法律であったりとか民法の規定の中で修正はされていま,、えー、ますがただ、理屈としてはそうなっちゃうんです。よ。 えー、理屈としてはね、えー、つまりまとめると、えー、この39ページの上ということになりますが、まあ、物件の優先的効力として、えー、物件相互間では先に工事を備えた方。で、債権と物件なら原則として物件が優先します。いいですね。で、ただ、ここに書いてあるけれども、まあ、不動産ですね。不動産賃借権 おいては修正されていてえ一応、これはまだ勉強しなくていいからねあのこれからやるからあのさっきの理屈だったらねあの土地借りてる人はもう悲惨な目にあいますからいいよね土地借りてる人はオーナーが変わったら常に明け渡すってことになるでしょ。 不動産の賃貸借を結んでいる人は、その地主さんが変わるたびに明け渡されなきゃいけないってことになるから、それは、あの、実態的にもやっぱり妥当ではないので、そこは修正かかってます。あの、一応不動産賃借権などにおいては修正かかっていて、賃借人保護の必要性がある。ま、ここはね、あの、後でやりますけど、不動産賃借権にはそれなりの保護を与えると。 えー、不動産賃借権の物件化といて不動産権の物件化言われていて結論から言うと、ね、賃借権って対抗要件を備えることができるのよあの債権なんだけど不動産賃借権というのはなんか物件に近いところがあるじゃんその不動産を使うという観点からするとでそういうところが近いから、まあ、これはあの覚えなくてもいいですか、ね、今はねあの不動産賃借権というのは対抗要件の制度があってその対抗要件を先に備えれば地主に。 優先するるいう規定があるのよでそれであの結局はこの,あの売買は賃貸借を破るっていう最悪の事態、えー、売買は賃貸借を破るというようなことは修正されてますなのでそれは最終的に勉強するんだけどただルールとしては原則としては物件が一方的に勝つっていうのがまあ民法の世界ですでな,なので一応これさ,さっき言った修正かけるとどうなるかっていうとそのこの民法605条とか借地借家法の規定によるとね あの対抗要件を備えることが可能なんです。で具体的に言うとですね、民法六百五条だったら賃借権で登記できるんですよ。でそうすると登記すると賃借権が対抗要件を備えるってことになるので。まあ言ってみればこの賃借権の登記と所有権の登記先の方が勝ちます。 あの対抗の関係みたいになるんですよ。えー、不動産賃借権の登記と、えー、この所有権移転の登記の方で、先に取った方が優先するというふうな形で、えー、地主じゃなくて、ごめんなさい。えー、不動産賃借人の保護は一応あるんだけれども、まあ、そういうふうな修正によって、今ね、妥当にはなっているけれども、それがない場合には、あの、まあ、物件の方が圧倒的に勝っちゃうと、一方的に勝つということになります。 はい、ということで、えー、と一応、全体構造編としてはこの辺りのところまでやっておくと、民法のね、えー、触りにもなるかなと思いますで、次回の講義からは民法を本格的に扱っていて、特にえ94条2項の累積適用をやりましたが、まあ、意思表示からえー入っていくわけですけれども、まあ、民法の重要なところ、どんどん進めていきますので、まあ、本日、復習するにあたっては、まあ、特にね、あのがっちり復習するよりは、その、 えっと、レジュメで言うと、ま、書かれている内容とかをもう一回パッと見て、で、その上で、ま、これから、ま、こういうような論文対策をしっかり、え進めながら、ま、民法の学習を進めていくというイメージを、え湧いていただければと思います。ただ、あの、今日やったことっていうのは頭の中に入れておくといいのは、 あの一応全体構造で扱ったよという形で民法の講義の中ではさっとスルーしちゃう、スルーというかね、えー、全体構造で扱ったところだからという形で民法のところではもうある程度やっている前提で進んだりすることもありますので、えー、特に今日やったところでいうと、94条2項の周りですね、えー、94条2項の周りと、えー、それからですね全体構造のテキストですかね全体構造テキストで触った辺たりのところの知識については、あのそれを。 押さえた上で民法のねえ、行を受けていただけると、えー、より。まあ効率はいいかなと思います。で、あとはですね。この全体構造のテキストについては、あの使い方としてはですね。あのい、いろんな科目のですね。なんかそれぞれについて書かれてはいるんだけれども。まあ、講義の中。ではあのまあ、このえっ、ー、と36ページから。 え39ページまでのところをまあパッとやりましたがここがま理解できていればえそれに越したことはないかなとであとはまあこれの使い道としてはまあ使い道をつけちいけないんだけど各科目が終わったぐらいで科目のまとめとしてざーっと読むというイメージかな例えば民法がやっているとしてね民法の全部の科目が終わると32ページから民法は。 えと45ページぐらいまであるので、まあ、どその民法の科目が終わってから最後の総まとめ的にちゃんと全体像をつかめているかなみたいな形で32ページから45ページを読む、で商法が終わったら、えー、商法の科目が終わってから46ページから、えー、商法だと、えー、51ページまでという形になるので、まあ、そこの部分を、まあ、読んでいくというような形の限度でいいかなと思いますあの特にに予習的に使う必要は全くないです。 えー、一応1年コースの場合にはガイダンスもそうですし、えー、っと、 オリエンテーションか。オリエンテーションでも触れたところですが、基本的に予習全くいりませんので、えー、ま、講義においては、この、え、全体構造についても、ま、必要に応じて科目が、一科目終わった段階で、ま、さっと、え、確認程度で見るという程度の使い方で大丈夫ということになります。むしろ、こっちで、あの、やるべきことのエッセンスっていうのが、このレジュメの中でもう全部まとまってますので、レジュメをしっかりと押さえておいていただけると、ま、学習進むかなと思います。はい。じゃあ、それではですね、えっ、ー、と、次回から、え、本格的な、え、本論編ということで民法の学習を進めてまいりますので、えー、ま、ぜひ、 ね、あのここで気合い入れてね。次回から進めていきましょう。はい、じゃあ、それではですね本日のえ、1年合格専用入門講座の全体構造編まあ、全1回になりますけれども、全1回の第1回は以上といたします。それではお疲れ様でした。